皆さん、ようこそダニエル・ナイルスと申します。地球圏におきまして地理学の准教授を務めております。この第16回地球圏国際シンポジウムの最後の日となりました。非常に素晴らしいシンポジウムを行ってまいりました。今日はその最後の日になります。しかしかながらこれは ここで終わるわけではありません。この5日目は刷新ということで、新たなる始まりというふうに考えております。これまで話し合われてきた内容に基づきまして、刷新を図りたいというふうに思います。さまざまな学習ですとか、実践ですとか、 そういったものは私たちの周りの自然私たちの中にある自然とをを切り離すものではなくそれらを統合するものだというふうに理解しておりますまずアカデミックセッションを行いましてその後にすぐパブリックセッションが続きます皆様は手を挙手していただく 形であるいは Q&A のボックスに質問などを書き込んでいただくことによってこのセッションに参加していただくことができます。 できるだけイントロは短くして、4人の先生方のご発表に時間を費やしたいというふうに思います。それぞれの演者は20分間話していただきまして、少しだけ質問をお受けいたしまして、そして最後にまとめてディスカッションを行いたいというふうに思っております。それでは、最初の演者をご紹介させていただきます本田さんはオックスフォード大学に所属でいらっしゃいます。 えー、本田栄子さんではなく、栄子、本田さんと英国式で呼びたいと思います。私の友人でもあります。また、彼女はレイチェル・カーソン環境社会センターの2020年ランドハウスフェローでもいらっしゃいます。先生は、クマグスの人生に関しまして研究をしていらっしゃいます。もう500年以上の前のサイエンティストになります。 え先生は、南マグスとシーグスのパラダイムの形成、クイア・ネイチャの出現という書籍を発表していらっしゃいます。ご紹介いただきました。本当に刺激的なシンポジウムにご招待いただきました。ありがとうございます。 よく知った顔もたくさん見られました。大変嬉しく思います。それではスクリーンをシェアいたします。いうん、はい、ありがとうございます。はい、繰り返しですけれども、このような本当にエクサイティングなシンポジウムにご招待いただきました。ありがとうございます。私の方からは日本の歴史の奇跡の一つをこの数日間の 議論のの重要なアアイディいいいくつかとと関連でご紹介したいと思いますでそれは科学,科学におけます自然と文化のもつれの認識論ですとかまた私たちが芸術的人文的な知識と見なしているものがいかに常識を覆す思考法を教えてくれるのかですとかまたある種の科学技術革新が導いた文明の進歩の意図しない秘訣についてお話をしたいと思います。 今現在、話がありました、まさにアンソロポシンのデザスターという状況にあると思います。まあ、このような問題というのは、実際は100年以上前の近代日本でも取り組んでいた人たちがいたわけです。近代日本の時代というのは、一般に西洋化における近代化の時代と呼ばれています。明治政府は当初から物 仏教を迫害し他のアジア由来の認識論を愚かなものとして過去に捨て去るべきであるとしていましたその代わりに西洋科学の二項対立的で階層的な認識論そしてテクシア生存を主張する社会進化論的な文明の進歩の思想を採用したわけです特に 1880 18年代がそのような時代ということになりますで。今日はこうした国家主導の思想を未開と見なした独立的な博物学者植物学者の皆方クマグスの事例を中心にご紹介することとしたいと思います。え彼は 仏教とそれから微生物である年金に目を向けて文明とは何かという本質を見つめ直しました日本ではクマグスはエコロジー思想の先駆者知的巨人として中国の革命家孫文や日本の民族学の祖 柳田邦をなどさまざまな歴史上の人物と知的な絆を結び科学と人文科学の両方に多大な貢献をしてきたとみなされていますしかし彼の一見学際的な思考と行動の背後にある論理は不明のままでこれまで十分に分かっていませんでしたそこで私はこれら全てを結び付けているのは彼が概念化した クイア・ネイチャーはその存在論的経験論的特質において年金に似ていますそしてクイアという英語の歴史的な多様な概念はこれらの特性のすべてを捉えていました存在論的には年金の捉えどころのない生態はオスとメス植物と動物生と死といった生物学的な二項対立を 二項対対立ににししてて逆らっているように見えました経験論的にもこの微生物は彼を無用してやまなかったわけです。そして彼にさらなる探求心を抱かせ親密になりたいという感情的欲求を拡張させていきました。では文明論を語る上でなぜ自然が自由なのでしょうか。当時の時代のの代文明論は 重力など近代科学が発見した宇宙の性質に匹敵する社会の進化的な性質をどう理解するかにかかっていました普遍的な性質として理解されるものが真理の議論の余地のない根拠となっていたわけですですので文明化されているとはどういうことかという議論は自然に対する知見に立脚していたわけですこれは 福沢育智が文明論を展開したのと同じ論理ですそして重要なことはどのような知識が重要でなぜ重要なのかは文明論の考え方に依存していたということですクマグスは20歳で渡米したときこの言説で重要なのはアジアの過去の愚かな知識であることに目を向けました その時彼が日本で教え,られて教えられていた明治国家の文明開化のビジョンは小西首相が歴史の地滑りと呼んだのと同じような意味で対抗の思想に地滑りしたわけです。それは西洋に触発された文明論の歴史的根拠である近代科学や進化論が例えば仏,仏教に比べると相対的に幼いもののように見えたために リスベルしたわけですさらに悪いことにアメリカにおけるいわゆる文明社会の指標は当時人種間の対立と差別の憂慮すべき度合いで示されていましたこの経験は日本に残してきた男性の恋人葉山重太郎の死と重なります左側の写真の左側です。 重太郎は不健康だったため社会進化論的進歩の中で適者として生き残ることができませんでしたそこで熊楠はもはや物理的には手に入らない恋人との親密な思い出と微生物という不思議な存在に惹かれることから非二元論的存在論と認識論を肯定する大乗仏教の真言宗に帰依し歴史を修正していたわけです 顕微鏡で観察した微生物は、その姿が不思議と人間の生殖器官に似ていることから、重太郎との親密な関係を思い起こさせました。これは彼が描いた絵です。クマグスはこの微生物の観察に際して、観察者の心の反映として、観察対象が浮かび上がるという大乗仏教の認識論を採用しました。 そして自分の心の領域を左側にそして微生物が属する世界を右側に分類しましたその結果文明化とは何かという真理の根拠となる自然を彼はクイア・ネイチャーとして見出したのです1889年に友人の 渡辺介のために書いたセミフィクションの事前的小説は彼が仏教と微生物に同時に関わることになった心情と知的根拠を示しています。この小説では彼は自分自身を架空の僧侶、人徳として描いています。クマグスはこの僧が重太郎の故郷である 日高地方に住んでいることに直目し僧としての人格と最も親しい恋人である重太郎との親密さを融合させましたこの僧は新言衆の快祖である空海の自伝的小説を読んで自分の人生の追求を意識するようになります人宅は空海のように人間界の皆方熊楠として 知的混乱から社会を少な,少なわなければならないと考えるようになります社会は認識論的な混乱に陥り人々は仏教の真理に照らして文明化とはどういうことかを見極められずにいたわけです哲学者ハーバーとスペンサーが提唱した社会進化論は世界を二項対立で捉えるキリスト教由来の認識論を正常化していました それを規範的なアイデアにしていたわけです。日本文,教文化は、この社会進化論の規範によって、認識論を失ってしまっていました。クマグスは文明論の真理の基礎となる自然を野山で採取した微生物に見出しました。彼は物質と神聖が共生する仏教の認識論に照らして、それを行ったわけです。 その後希少な年金を求めてキューバに旅立つ直前に彼は人類,の人類のクロスミクシングを微生物の浸透圧になぞらえて異なる種類の文明を創造しましたしかし彼は自らの文明論についてまとまった論文を書くことはありませんでしたしかし私が クイアー・ネイーチャーが彼の真理の根拠であるとしながら幅広い一次資料を分析した結果彼が日記や手紙研究ノート自伝的小説の間に織り込んだいくつかのアイディアが浮かび上がってきました第一に彼の理論における文明化す,文明化する主体性は人種性別国籍などの認識論的な隔たりを超えた協力を通じて 自立と集団性を同時に受け入れるものであったわけです第二に彼は人々か国家が提供する知識に疑いもなく依存するのではなく自己認識を通じて文明化することを示しましたまた第三に彼の自己認識は性別性子人間に課さられた規範的な人種分類に縛られない集団性を、ま、招き入れお互いに対する感情的な欲求を解明しました このようにクマゴスの文明論には人種的・性的偏見や階層的な社会状況による認識論的制約から感情的・知的葛藤の中で自他の解放を目指すユートピアへの憧れが込められていたわけです。最後に、 エクマグスが後年仏教と科学文明論との関係について考えを深めていったことを記しておきたいと思いますそしてその際西洋の近代科学の問題点は宇宙の考察から始まっていることにあると訴えたわけです天を仰ぐのではなく最も身近な地の源泉つまり 地上に留まって自分の心や微生物を調べなければならないと彼は訴えたわけですありがとうございましたエイコさんありがとうございました大変興味深いお話でした ンクノグスが使った方法論、これはまず自己,を通して自己認識を通してというお話だったわけですけれども、問題に対する方法としても、これは重要な態度だと考えられます。あまり時間がございませんが、正宏さん、質問があるようですが、どうぞ。はいありがとうございます。 えさんありがとうございました。大変興味深いお話でしたおそらく今回初めてクマグスの年金の研究だとかまたアメリカでの彼の考えというものを新しい視点から捉えられた世界で初めての研究だと考えています。 一つ確認したいんですけれども、クリア・ネイチャーという話をされました。スライドの中で二つの図があって、その真ん中に心があって、そして物があって、そしてクリア・ネイチャーというものが定義されていました。あのような図では、マクノグスはこと、 と,かという言葉を使っていると思うんですけれども、先ほどの,あのダイアグラムに関しまして、もう少しご説明いただけますかもちろんです。ありがとうございます。ことの学を研究いたしました。ものの研究をしたわけですけれども、これは、 アメリカに滞在した後に記されたものです。友人との関わりの中で書いたものになります。私の論文では彼のアイデアは、そのことの学のアイデアというのは、もともと彼の微生物の 自然科学的な環境の中に存在していたというふうに理解しています。なので、近い関係があるということだと思います。ありがとうございます。では、そのクイアとおトはどのように関係しているんでしょうかもちろんです。は あまりご存知ではない方にご説明しますと、コトルがの理論というのは、現象学的な理論でして、世界がどのように登場したのか、誕生したのかということを説明する中で、彼は、マターと心のインターセクションで生まれたと、このインターセクションのところ、ちょうど、 この考察するところ、そのようなディスカッションというのは、メタフィジックスの、その自然とリアリティのメタフィジックス的な検討の中から生まれたもので、その自然のリアリティえということに関しまして、今回のプレゼンテーションでは、特にまあそれを 何がその真実なのかということに絡めてお話をいたしました。それはその文明論との関係において今日はお話をしたわけです。実際に彼が到着した文明論との関係でお話をいたしました。なので、もう少し具体的に言いますと、彼はさらにその後、より広い刑事除学的な問いに目を向けて、 例えばその宇宙の性質ですとかそういったところにも目を向けていたということなんです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。エイコさん、あと1分ぐらいあると思いますけれども、マクムグスは、まあ、興味深いキャラクターであって、たくさんの文献を出してらっしゃいますよね。ねとまあ、当時の。お とサイエンス関係の文献として100以上の文献を発表してらっしゃると理解していますけれども、またまあ小説家でもあって、また詩人でもあったということですが、この彼のマテリアルを分析する中で、この2つの形、すなわちまあ小説だとか詩と、もう1つは科学的な文献と、こういったものを比較したときに何かその違いというのはあったんでしょうか。ありがとうございます。 あのおっしゃった通りクり、熊楠はたくさんの文献を発表してらっしゃいます。科学の領域もそうですし、ネイチャーにもたくさんの、確か50ぐらいでしょうか、それと,とにかくたくさんの文献を発表してらっしゃいます。彼がポリマスに回る前に、またたくさんの。 文献を発表する前の期間の研究に関しましては今日は共有して皆様にお話をしたわけですけれどもでこれは個人的に書いたものだとかそれからまた友人を念頭に書いたものだとかさまざまなものがあります例えば自伝的な小説も今日少し触れましたけれどもこのようなものは実際に例えばその手書きでニュースを 書いたりだとか失礼そのお手書きで新聞を書いてですね日本の友人にアメリカにいるときにそれを配ったりだとかということもやったわけですでもその外側には絶対に出さないでくださいということでこれはあの個人的な新聞なのでその外には出さないでくださいということを言っていたりしたわけです本当にま正直に そのコメディのエレメントを紡いだりだとか、それから私将来的に検討したいのは、彼はコメディを使って、そして笑いというものを使って、何かをコミュニケーションを取るというようなこともやっていたわけです。また実際に彼は自分がこう、 バカになったように振る舞ってそして人々の心の中に入っていこうとしてるんだというようなことも言っていますそういった意味において今回のディスカッションとの関係で言いますともうアートを使ったまあお話を今回してらっしゃるわけですけれどもコメディだけではなくその小説だとかさまざまなスタイルの 書物を通してですね、当時、その徳川時代のスタイルの、そういった書物を使ったりだとか、これまでなかったような、全く新しい道を切り開いていったわけです。そして、これはナラティブの。 作成だとか、それからナラティブの開発というところにも関係してたと思います。はい、ありがとうございます。大変興味深い内容だったと思います。それでは次の園長をご紹介させていただきます。小野忠さんでいらっしゃいます。小野さん聞こえますでしょうかはい、聞こえます。 小野さんは写真家でいらっしゃいますフランス語を発音するのが難しいので ま英語で申し上げますけれども、フランス国立高等写真学院で教えていらっしゃいます、そして日本の東北地域におきましては、大きな災害と津波後の被害の様子の写真、あるいは復興の写真を撮っていらっしゃいます、またイスタンブールのゲジ公園にての作品もございます。 それでは小野さんよろしくお願いいたします。はい、分かりました。まずちょっと画面を。どうですか、皆さん、あの画像が見えてますでしょうか。Yes, s <S えー、こんにちは、えー、小野忠です。 今回はこのようなあのトランスディスプリナリーなシンポジウムにご招待いただいてありがとうございます。えー、今日はとりわけアートのフィールドで自然、特に植物という自然を象徴する存在が写真というメディアによってどのように表彰されてきたのかということを少し駆け足にな,るなりますけれどもスライドショーという形で見ていただけたらと思います。アブストラクトでは少し欲張りすぎてしまったので テーマの1絵画に関すする部分はは今回は省略します写真はヨーロッパ近代の資格を象徴するようなメディアですけれども19世紀20世紀を通じて世界の事象をモラ的に観察して描写し記録する役割を担ってきたと思いますそして現在自然環境との関わり方において大きな転換点に立っている私たちは写真 ビデオなどの視覚メディアの使い方においても再考していく必要があるのではないかと考えていますところであの今見ていただいているこの表紙の樹木の写真なんですけれどもこれを倒立しています実はこれがレンズを通して投影される世界の像で私たちはこれをリアルと称して500年間生きてきたというふうに言えるかもしれません 右のネガティブの像はその投影された像が観光材を反応させて出来上がる像です。これは17世紀の初めイタリアの天文学者ガリレオ・ガリレイによって描かれた太陽の黒点のドローイングです。ガリレオはレンズをオランダから取り寄せて自作した望遠鏡で天体を観測したわけですけれども。 このドロービングは次のスライドに映っていない感じなんですけれども、あ,あ、そうですか。僕のところは映ってるんですが、すがなぜでしょうかあ、わかりましたあの。こちらからすみません。上書きで画面共有させていただくので、先生の方で、はい、次のスライドお願いしますというふうに言っていただいてもよろしいでしょうかあそうですか。じゃあそういうふうにします。はい。じゃあちょっとこちらから画面共有させていただきます。わかりました。えー そうですね。それでおそらくこの大丈夫ですかこのガリ色のドローイン,ングはおそらく工学機械を用いた最も初期の図像だと思います写真は西洋の言語ではフォトグラフィー光で描く図像という意味ですけれどもちょはい はい、先生すいません、今2枚目見えておりますでしょう,かそうです、ねはい、はい、こちらで次のスライドをお願いしますと指示をお願いいたします。はい、分かりました。えー、そうですね、ですから西洋の言語では写真はフォトグラフィー、光で描く図像という意味なんですけれども、19世紀にはヘリオグラフィー、太陽で描く図像と呼ばれていました。次、お願いします。この太陽の光を小さな穴、あるいはレンズを通過させて、像を得る装置が、 カメラ・オブ・スクラです暗い部屋という意味ですねで、この16世紀のドローイングはカメラ・オブ・スクラを描いた最も古いものの一つで日食の観測を描いていますで、鳥が飛んでいるのが見えると思うんですけどもこれはイビスで知恵の象徴であると言われています次お願いしますドイツ・ルネッサンスの画家アルブレヒト・デューランによる雑草のドローイングです 1503年という制作年からするとデューラーが高額機械の助けを借りたかどうかは分かりません。しかし彼の目がそのままレンズになったかのような写真を感じさせるリアリズムと道端のありきたりの小さな生態系に注目する感性にひたすら驚かされます。この絵をよく見ると8種類ぐらいの植物を描き分けていておまけに根や土も丁寧に描かれています。 次お願いします一方日本画の世界を見てみるとどうしても装飾的あるいは様式的な絵画が主流なんですけれどもこの伊藤若冲による「地辺群中図」これ池のほとりのに集まる虫の図と書きますねこのこれは異色の作品だと思います。細部に隠れた虫の書き込みが素晴らしくて。 日本独特のこの水辺の生態系の豊かさが見事に描写されていると思います次お願いしますで、この弱中の絵画とほぼ同じ年に描かれたイタリアの庭園の風景ですフランスの画家ユベール・ホベアによるものですこの作品の主題は庭園なんですけれども興味深いのは この当時の主流であった整然と管理された庭園ではなくて、人間のコントロールの及ばない自然のパワーが描かれているということです。こう鬱蒼と茂って、風に揺れる揺れる樹木が嵐の予兆とともに描かれています。で、このロベールという画家は、あの遺跡や廃墟の絵画の専門家なんですね。で、こういうテーマをずっと描きながら。 その自然や時間のうねりの中の人間の存在の小ささということを意識しているのかもしれません。次お願いします。ギュスターブル・グレイ、このフランスの画家はあのあすいません写真家ですね。えーまあ、印象派の画家のようにアトリエから外に出て自然の中に身を置いて太陽の光に満ちた世界をどう描くかということを 非常に重要な彼ももともとは画家で写真術の発明と同時にあの写真家に転校,したんだけ転校したんですけれどもそしてこの,撮影がこの写真が撮影されたフォンテンドブローの森というのはパリのアーティストにとっては一番短いピュアな自然に触れられる場所として親しまれていましたパリの南の大体1時間ぐらいのところにあるんですね次お願いします これもギュスターブル・グレイ、木のスタディですね。ここに写っているのは木の根元のたわいもない平凡な茂みです。しかし、それを逆光で見たときに葉や草に光が反射して空間に光があふれてきます。その空間をどうやって表現するか、それがこの作品の主題になっていると思います。次お願いします。 フランスの探検家であり、写真家でもあったデジレーシャルネが撮影したマダガスカルのバオバブの巨木です。この場合は、正面からストレートにエグゾチックなモニュメントとして撮影しています。で、この根元の方をちょっと見ていただきたいんですけれども、ここに、この木の根元には、この樹木の大きさを示す指標として人物が写されています。 19世紀の後半にはこういう写真を集めて写真アルバムとして販売するビジネスが始まります。ヨーロッパの裕福な人々は自宅のサロンでこういう写真アルバムを見ながら世界中をバーチャルに旅して自然風景を楽しむことができるようになりました。でこういうふうにしてその視覚情報が実体験に置き換わっていくそういう時代が始まったのだと言えると思います。次お願いします。 これはフランスの写真家、ユージェン・アジェが撮影したサンクルー公園の樹木ですねで。20世紀に入ると、自然に向けられる眼差しというのは、絵画の伝統とは完全に切り離された写真独自のものとなっていきます。で、このアジェは、パリ周辺の公園を網羅的に撮影しているんですけれども、特にこの写真では、樹木の持つ力強い生命力が記録されていると同時に、 光と影、幹と枝の有機的なラインが交錯して出来上がる複雑なフォルムの実験にもなっています。で、当時勃興してきた新しい芸術運動、例えばキュービズムであるとかシュールレアリズム、こうしたアートの運動とも呼応する作品だと思います。次お願いします。ドイツの彫刻家カール・ブロスフェルト。 この人は植物の細部を丁寧にクローズアップしながら自然の形態のタイポロジーを作っています。ブロスフェルトはこの膨大な数の植物の細部のコレクションによって人間の想像するフォルムやデザインというものはすべて自然の形態の中にその起源を見つけることができると証明しようとしたわけです。次お願いします。これはブロスフェルトの テストプリントを集めたワークシートです特にこのワークシートではフラクタルな形態のコレクションになっています次お願いしますこれはアルフレード・スティグリッツの作品でグラス・草というタイトルがついていますスティグリッツはアメリカの近代写真の創始者の一人なんですけれどもこの作品は写真によって 当時先端の表現だった抽象絵画にこうする作品を作ろうとする試みだと思います。抽象絵画というと、例えばカンディンスキー。カンディンスキーをそのまあドイツの前衛だったわけですけども、アメリカに紹介したのはスティーブリッジです。でイネ科植物のラインが画面全体をオールオーバーに覆い尽くしている。そこには物語もなく、ドラマもない。ただ、植物のディテールだけが描写されています。レアリズムと 抽象性が共存する斬新な作品だと思います。次お願いします。でリー・フリードランダーはアメリカの写真家で、この作品は彼が日本で制作した桜狩り「チェリー・ブロッサムスというシリーズからのものですで。これは結構挑発的で面白い作品で、日本における桜というシンボル、あるいは神話、 美意識に対して、こう挑戦をして、脱構築ししていこうという、そういう試みだと思います。次お願いします。これもリーフリードランダー。花の色。あ、誰かの声がちょっと聞こえてきますね。ね花の色は無視して、あえて白黒写真だけで、日本の春を見せようとする。 脳の中の風景ではなくて、あくまでレンズの目に忠実に、自然をヒエラルキーなく描写しようとしています。次、お願いします。ロバート・アダムスは、現代のアメリカで最も重要な風景写真家の一人ですけれども、同時に自然保護活動家でもあります。でこの作品は、アダムスの代表作、ロサンゼルス・スプリングからのもので、 これは1970年から80年代にかけて、ロサンジェルス郊外の環境破壊と汚染の風景を記録したシリーズです。次お願いします。次お願いします。はい。えー、ロサンジェルススプリングで特に印象に残るのは、この繰り返し現れる傷んだ瀕死の樹木です。人間に搾取された自然のメタファーとして、 悲しくかつ美しく捉えられていると思います次お願いします柴田敏夫は日本の写真家です1980年代から現代まで日本各地の山の中に建設されたさまざまな人工物と自然風景との関係を独自の視点で撮影し続けています日本の独特な土木テクノロジーが生み出した構造物が アノニマスな彫刻作品のように見えてくる不思議な魅力を持った作品だと思います。次お願いします。柴田の金作では、コンクリートや鉄の構造物だけではなくて、農業という自然とのダイアローグによって作り出されるフォルムも撮影しています。次お願いします。 シモーネ・ニーベグはドイツの写真家です。彼女はもうかれこれ30年間、家庭菜園や小規模の農業といった活動の中で、人々が作り出すさまざまなフォルムを撮影しています。ニーベグの写真の面白いところは、野菜を育てるという自然,のベーシックな自然とのベーシックな関わりの結果、無意識に表現されるフォルム、それを美術作品のように眺めて、撮影し、 そしてアートとして美術館の内部に持ち込んでいくというそういう作業ですね。次お願いします。この小屋も取り巻く植物もすべてインスタレーション作品のように扱われています。と同時にブリコラージュへのオマージュとして見ることも可能だと思います。次お願いします。ヨヘン・レンペルトはドイツの写真家で 生レンペルトが提示,提示するあのレンペルトが展示する白黒写真のプリントはあの壁に学装もせずにペタペタと貼ってあるんですけれども素人っぽくて頼りなくて脱力しているように見えます。それはこれまでカメラを持った人間つまり見るという権力を持った人間が否定してきた弱さビルネラビリティとつながっているような気がします。 しかしながら、レンペルトはその弱さゆえに、動物や植物の世界と自身の感覚を同じレベルで共有することに成功しているように思います。次お願いします。これもレンペルトの作品で、風というタイトルがついています。ここまで見ていただいた作品群から結論めいたものを引き出すのは難しいんですけれども、自然の味方、 見え方自然観といったものを考えるときに確かに西と東の違いといったものはあると思いますけれども同時にメディアつまり道具や装置によってもたらされるものも重要なのではないかと思いますなぜなら写真を撮るということは常にレンズの機械の目によって私たちの意識が裏切られるということでもあるからです被写体の前に立つというのは撮影者の意思であっても そこに気候だとか、出会いだとか、あるいはその他さまざまな偶然、アクシデントに左右されます。シャッターを押してからも、光や観光材料や化学反応任せ。つまり、結果を自然、自然に委ねるということですね。そうした写真の特徴が、システムとしては、もう古臭いメディアではあるんですけれども。いだに、若い人たちの興味を引き続けている、そういう理由かもしれません。 えー、次お願いします。最後にあの私が制作している写真作品を少し見ていただけたらと思います。これはあのフィールドワークフロムペリフェリー終焉からのフィールドワークというあの作品なんですけれどもパリの郊外のつまり終焉の風景を建築や樹木や荒れ地の植物を通して捉えようとしたシリーズです。次お願いします。 パリはベンヤミンが19世紀の首都と,と言ったように近代を象徴する都市なわけですけれども実際には美術館都市としてのミュージアムシティですねとしての中心部よりも終焉のアノニマスな郊外に多くの人が住んでいます次お願いしますそしてその郊外にこそ植民地や移民 そういうフランスが抱えている近代の問題が凝縮されているしそして私自身もそこの住民です次お願いしますそうした郊外への意識と例えばジル・クレマンが提唱するティエル・ペイザージュ・サード・ランドスケープそういう思考を重ねていこうとした試みであるとも言えます次お願いします ですからあの、先ほどお見せしたスティグリッツの写真のように、写真紙の中の植物の写真と、まあ、ダイアローグをしながら、こうやって荒れ地の植物をあの撮影していったわけですね。えー、次お願いします。あ次お願いします。はい。これも、その、はい。えー、もう一つのシリーズ。 ここでご紹介するシリーズは「コースタルモチーフ」というタイトルがついてるんですけれどもあの以前「自然は考えるか」というシンポジウムにあの呼んでいただいた時にあのパリのユネスコでだいぶあのいろいろしゃべりましたのでこの中でもご存知の方はご存知の方はいると思いますけれどもまさにあの11年前の今日の出来事なんですけれども東日本大震災後に2015年あたりから東北の沿岸部で続けられている大規模な 傍聴堤建設の様子をあの撮影したものなんですね。で、これによってこの改変されていく風景を、まあ、巡礼をするように和音を一つずつ訪ね歩きながら撮影したシリーズです。次お願いします。で、それは同時に壁によって見えなくなった海をあえて見ようとする、映らないものを映そうとする、不可能なる。 旅の写真ででであるるとといううこともできるでしょう次お願いします。このような編集作業をあの撮影作業を通じて海洋国家である日本がその歴史の中でとうとう海を拒絶した海を見ない選択をしたその文明の展開点についても考えようとした作品です。次お願いしますこれもあの いろんな形のある膨張定の中でも最もうあのバイオレントな膨張定だと思います。次お願いします。これはまあほとんど膨張定のアーケオロジーと言ってもいいんですけれども、小さい方から順番におそらく三十三年の千九百三十三年の津波の後そしてその後千九百六十年の知立津波のあそして二千十一年の,あの大震災の津波の後にこう作られた。 あの傍聴点の断面ですねはい次お願いしますこうやってカーテンを引くように海がコンクリートの壁によって塞がれていくこれが今起こっていることですねはいお願いしますで傍聴点を見ながらあの旅を続けているときにたまたま釜石の近くで見つけた非常に印象的な形の岩なんですけれどもこの岩の岩 裏側に回ってみたらあの小さな水神ゴッド・オブ・ウォーターが祀られていました。はい次お願いします。これは福島県の北部のやはり津波によってこうできた荒れ地にあの広がったあの植物たちですね。でここに写っているこの,このユリは高カサゴユリといってリリアム・フォルモサニウム。 もともとは台湾原産の気化植物なんですけれども百合なんんんんででですすけれどどどもあの種でどんどん広がるんですねそれでその福島のこう荒れた被災した海岸にあちこちにこう8月の終わりぐらいですけれども咲いていて非常に印象的なあの植物でした。 ですからこの仕事をまた、あの今年もしもうまくいけば、2023年にこれをまとめた本があの、パリの出版社から出るんですけれども、この福島をはじめとした、この宮城、岩手の環境の変化を、これからもあの見つめていこうと思っています。今日はごご聴ありがとうございました。以上です。 小野 <laughs> さん、どうもありがとうございました。素晴らしいランドスケープの調査に基づいた写真、そしてご自身の作品もご紹介くださいました。もっとたくさん拝見できればいいなというふうに思った次第です。 全般的なディスカッションの時にまた小野さんにご質問をさせていただくということで次の演者に移りたいと思います次はヨアン・モローさんですけれどもいらっしゃいますかはいありがとうございますようこそご参加いただきましたヨアンさんはフリーランスの人類学者でいらっしゃいます 我々もある意味そのような立場にあるわけですけれども、もともと彼は物理学の教育を受けています。そして長きに渡りまして劇場関係の仕事もしてらっしゃいます。またプロの脚本家でもいらっしゃいます。Living in the Fluidity, an ethnographer on the steers in the Brazilian Amazon River の 著者でもいいらっしゃいます本日は日本の伊豆半島からご参加いただいております。タイトルはリーダブルワールドプラクティスベース t メソ e Based Mesology in、Kraft、という形でお話をいただきます。<は>ご紹介ありがとうございます。またはフレデリックスさん、阿部健先生、このような機会をいただきまして<は>ありがとうございます。 チー,ムチームゴールドさんと、それからベルグさんとのディスカッションですとか、山際さん先生のディスカッション、大変た楽しく聞かせていた,だいただきました。私のお話の内容ですが、これは2つの論文が中心になっています。最近発表したものです。こちらね。 発表したものになりますこの文献は最初は技に関係するものになります。フードイングと私は呼んでいるんですけれども、フード化ということでフードイングと私は呼んでいます。それに関します論文です。それからもう一つは、ライディングザ・アース・ワームというものです。 音楽、うん、もう関係しています。技と、それから自然の形成だとか、まあ、大きなスケールでの話になりますけれども、まあ、そういった点に関しましては、今日はお話ししませんが、どちらかというと、人間の体だとか、 提言ガーデニングとといいいう点でお話をしたいと思います人身性だとかそういった大きなスケールではなくてガーデニングの話だとか人間の体ということでお話をしたいと思いますまず技ですけれどもこれは私にとりましても興味深い主題になります、えー、金子かなえさんが私のカフェに来られましてこの人は大工なんですけれども そんなに有名なダイクさんではなくて、浅草戦争時ンソを作った人でもいます。また、え昭和天皇の埋葬施設て、の建設にも携わったダイクさんでいらっしゃいます。 にに関しましまてここの先生に聞いたことがあるんですで彼が言ったのは、私にとりましてはあの新しい概念だったんですけれども、どのように家を作るのか、それはもう20年にわたって父から学んだわけですけれども、でも父は何がいいのか、何が間違っているのかということは一切言わなかったということだったわけです。でえー 自分で判断をしなければなかったその父親と20年間一緒を,をしたにもかかわらず一切何も教えてくれなかったということなんですでもどうやって判断してるんですかというふうに聞きましたまず自分たち自身でそれを見た時に物語をか語ることができるかどうかで判断したと例えば木を見た時またはその森林もそうですけれども 木材は森林から来るわけですが、その時に想像を走らせる必要があると、そしてそれを読み解く時に技が必要であるというふうにおっしゃっていました。ある時、彼はその木材の仕事をしている人に出会って、 この人は技を持っているというふうに、えー、彼は考えたわけです。そこで実際に手がどのように動いているのか注意を払ったわけですけれども、ですが、その足、その足を掴んで、そして彼が私に言ったのは技のある人は 人間が違うううといいうふうに言いましたこれなかなか翻訳が難しいんですけれどもなかなかその、まあ、翻訳自体が難しいのではなくてなかなかその意味を伝えるのが難しいわけですその技のある人というのはその人間としてまた違った人間であると、まあ、ある意味人間ではないと違う種であると、まあ、英語でも言うかもしれません まあ英語ではレアというと思いますけれども、ジェンという言葉を使います。これは種みたいな意味なんですけれども、ジェンというのは、その歩き方だとか、例えばカンガールーだとか、の木の上に住んでいる動物だとか、ののジェン こういった形で動くその種のことをジェンという言葉を使うわけですがそのように表現した方がいいと思いますその人は別の種類のジェンであると別の種類のその種であるというふうに彼は言いましたその技というのは短く言いますとこのように説明したいと思います技というのは ドラマトロージー、そのものに存在するドラマトロージーだということです。ジェスチャーに存在するものです。また、やることでもあると。その注意を低いようなものだということです。そこに技があるときは、それを見ればそ、そこに世界があるということ、何かを伝えてくるものがあるという、そういったものです。 それを金子先生から学びました。この世阿弥ですけれども、これも有名な絵本ですここの。ここでも技に関しまして触れています。技はその注意を引くものであって、まあ、それは例えば俳優にとっても重要であると。 俳優女優のまさにそのき基本的なものであってファンダメタルなものであって見ればそこに技があるということが分かるというふうに言,言っていますまた心という言葉日本の言葉先ほど本田先生がお話をしらっしゃいましたけれども技が世阿弥の視点から考えますと、まあ、これは、まあ、ク,イアクイアネージャーだと言ってもいいかもしれません 心とそれからテクニックスキルの合わさったものが技であるとそれはものに関係していますまた別の形で説明しますとこれはテクニアウとそれからセンスこの両方の混合であるということです工芸家 また、俳優、一人でやるわけではありません。例えば、俳優の場合は人が見ているわけです。なので、その周りにある視線というのを感じているわけです。心はそういった意味では動いているわけです。そのような。 センシティビティというものもそこには存在するわけです。でまあ、こちらの文献を読んでいただければもう少し詳細なことをご説明できると思いますけれどもここで実際にそのマーシャルアーツの お話もしていますで、まあ、このような武道の中には肩というのがあるわけです。これは体の動かし方、まあ、その周囲の空気、えっというものだけではなくて技があるような場合はその気を動かすというわけです。その、えー、エネルギー、バイタルのエネルギーを動かすと。まあ、これが、えー、武道におけます技であるということです。ものだけではない。 風だけではない、その周りに木が動いているということです。柔道家は、その柔道家の家、家、一番その家の漢字は家になりますがで、柔というのは柔らかいという漢字になります。でえー、柔道の道は道を表しています。したがって柔道家というのは その3つの言葉を表しています。言葉で、まあ、言葉遊びを今しておりますけれども、皆様に伝えたいのは、そのフード化という話話に触れたいと考えています。フード化というのは、フードを作る。 その自然と共にあるというのを私はフードイングというふうに言っています。もう一つの言葉柔道では道場というところで柔道をやるわけですけれどもガードニングをするときには。 そこをガ,ガーデニングする場所をフード場と私は呼んでいます。私はあのフード家であって、そしてフード場でこのフード化としての活動をやっているというふうに言ってみるかもしれません。So, so, Wasa is a way of creating. ということで、技というのはフードを作る一つの方法であるというふうに言えます。また 技とそれからそのお工芸それからファーマカルチャーアートクラフトのアートグラフトグラフト,ラフトというのはフランス語ではレイヤーな言葉であるわけですけれども既存の 物を土ににどののように移植するのか小さな村では私が住んでいる小さな村ではある男性と今今友人になった人と出会ったわけですがで彼はえナチュラルファーミングをやっている農家でありますそして2年2年間 毎週1時間彼の人生に関してこれまで話をしてまいりました。そして10年前になりますが、有名なそのナチュラルファーマーの人と会いまして、その人が先生になったわけです。その男性の先生、高橋先生という人です。でその まさにそのおつながり、ユニティへの見学、感覚を得たと、実際にその農場で仕事をしているときにつながりを感じたというふうに言っています。そこで彼の人生は変わったと言っていました。 日本の場合は、急にあの隣人が家に突然入ってくることがありまして。ということで、今言いましたように、彼の人生が大きく変わったということを言っていました。でこの農業文化の中で、私はこの自然の方を翻訳しようと思っています。 一般的にこれファーマカルチャーでこの自然農法というものを翻訳したいと思っているわけですがそこに2つの C を置いています。この2つの C が重要だと思っているわけです。この2つの C を維持することで意味が変わるというふうに考えています。その言葉はカルチャー に関係してているわけではなくてアグアカルチューションに関係していると、すなわち何かを自然をその工作するということではなくて、自分たち自身を自然と実現するということ、デコナイゼーションと言ってもいいかもしれません。これはおそらくあ失礼、脱植民化とも関係していると思います。この後サンダーさんがお話をされる,お話をされると思います。 その自然をうまく工作するということではなくて、我々は同じレベルであると、そして同じレベルに立って、アクチュエーションを行う。そのように考えています。このファーマカルチャーは。 あと5分しかないと思いますけれども、これはリズムと関係しています。人間のリズム、これは本当に早いものです。それから土のリズムはゆっくりしています。この関係です、土と人間の関係というのは直接的につながるものではなく何らかの アメゾロジーではクラッチが必要であると、クラッチがあってこの高速の人間の存在のリズムと低速の土の存在というものをつなげる必要があるというわけです。でその間に木のスピードだとかそれから全てのものの 石もそうですそこにはリズムがあるわけです。本当にゆっくりとしたリズムが石にはあるわけです。したがって直接土に作用するのではなくて人以外の何らかのエージェンシーがその真ん中になければならないと考えます。そのフードというのはある意味 この漢字を見ますと、一つは風、そしてもう一つは土。で風というのはかなりレ速い、えー、速度で動いています。でも土は本当に低速でゆっくりしているわけです。なので風土というのはまさにリズムだと思います。この二つ。 の全く異なるリズムからなっているということです。ガーデニングをガーデニングをしているときは、その有機農法だとか、まあ、オーガニックガーデニングをやったり、まあいろんなその実験をしているわけですけれども、そのますみさんと。 もし庭園の世話をするということだけであれば十分なうんそこにはスピリチュアリティがある必要があってそうすることで初めて 関係を庭園との関係を築くことができるということです。でその方法を考えています。雪ナウフをやってるんですけれども。そういった意味で庭に。 例えば種だとかそういったものを選ぶときに大きな野菜を,を成長させるような種だけを選んで農業をしている人もいますけれども。 まあ、雑草が生えたりだとかしたがってき,きれいな庭園ではないわけですがそのジオメトリーのその視点というものが必要で 先ほど小野さん先生が写真を示されましたけれども、まあ、庭園があって、そして同じラインにトマトがあったああ写真がありました。で、また我々はそのポテトとそれからトマトを一緒に。えー 作ったりとかもしています。それからまた、効率性、また、プラスティックの処理というのは、マエデンのパラダイスみたいに。 では結論に移りたいと思います。フード化について。私の庭園はフード上になっています。直接的なけ経験では、テクニカルセントラリゼーション、その技、そしてセンシティブセントラリゼーション、その心、その両方が必要であって、まあ、この 経験が我々がメソグラフィーというその方法へとつながっています。それは積極的にエンゲージする脱植民化のプロセスに積極的に関与するということです。我々のそのお倫理的な側面からもそうです。これは このようなプロセスは他の存在と共存するために必要になります。単に工作するわけではなく、アクチュエートするということ。こういったものは、 人動物植物ジオロジーそしてコスモロジーのストーリーとも関係していますこのストーリーはその存在というのはジェスチャーとか音見栄えだとか、まあ、そういったものを示していますありがとうございました、okay. ヨアンありがとうございました特に最後おっしゃった点ですけれども 今回のシンポジウムの中心的なテーマにも触れていただきましたし、またアイディアとして、植民地化脱植民地化というお話で、その美的な側面からの脱植民地化だとかというお話もありました。これは小野さんだとか、本土さんのアイディアとも関係しているものだと思います。ということで、この後ディスカッションに入っていきたいと思います。 思いますかあ失礼いたしました最後の発表に移りたいと思います、うん、あキャロリンだろうキャロリンだろうさんでいらっしゃいますカロリン聞こえますかはいこんにちはフランスから参加してくださっています、うん モルバンから参加してくださっていますね。人類学者でいらっしゃいます。そして、メゾン・ドゥ・パトロモニア・オーラル・ドゥ・ブルゴーニュの館長でいらっしゃいます。また、エコ・ミュージアムにも参加なさっています。このような博物館を代表する。 方にもお一人参加していただくことができて嬉しく思いますカロリンさんは交渉オーラルカルチャーに関心を持っていらっしゃいますオーラルソーシャルファブリックということに関して関心を持っていらっしゃいます そして今日はプレシェということでモルバン地方における伝統的なエコロジー技術の未来に関する研究仮説についてお話をいただきます。ありがとうございます。私たちは博物館ではございません、ミュージアムではありませんけれども、まずシンポジウムの主催者、そして特にフレドリック・ジュリアンにはお招きくださいまして、ありがとうございます。この発表は モルバンで行われています、その交渉と人間、動物、植物の関係を世界的な視野で再び結びつけるようにしようとするものであります。メゾン・ドパルティモン・オラル・ドュ・ブルゴーニュは交渉、オラリティに関する民族学的、芸術学的研究センターであります。フランスの中央部に 美しいけれども私たちの研究は田舎を中心にしてそこから世界を考えることを行っています。フランスの中央部はある種の空虚な空間として認識されています。 20世紀には地域の住民の70%が村を出て都会へ行きそしてほとんどが工場の労働者として働いていますジョセフィーヌという高齢の女性の言葉が印象に残っています以前は収穫やパンを焼くために人が集まったのに数年後には人間も家畜もすっかりいなく,、ね、いいな,くなってしまったまるで 天才の後のようにと彼女が言っていました男性や若い女性の大半が姿を消してこの高齢の女性の人たちだけが残りました1970年代に入りますと変化が起こりました新しい小さな共同体が文化や農村に対する考え方の転換を求めたのです少数であるにもかかわらずその誤解されたり敬遠されがちな言葉を使いがち 言葉を使いながらもですね地元のアーティスト、ミュージシャン、語り部、職人たちが自分たちの伝統的な交渉、オラリティの習慣を文化として捉えたいと願ったのです。そして12年前にブルゴーニュのこのこ メゾン・ドゥ・パルティモン・オーラール・ドゥ・ムルゴーニュが設立されました私たちの仕事は地元の人々が空白と沈黙の中で見聞きしていることを明らかにすることです彼らは存在と夫の世界を知覚しています私たちの地元での経験を地球に 人間が留まるたための視点ととししてて説明したいい思っまますまずは田舎のこのボイド空洞の密度を一緒に探ることが必要であると考えますそして次にメゾン・ドゥ・パルティモン・オラル・ドゥ・ブルゴーニュにとってオラリティとは何なのかそしてオラリティがいかにプレゼンスを出現させコミュニティを構築するのかを定義しますそして3番目にプレシェと呼ばれる集団的、えー 伝統的生態学的な技術を紹介します。結論として現在進行形の芸術アート・オブ・オン・ゴイングネスに基づいたヒューマンとノンヒューマンとの新しい関係を予期する試作的な姿が試みられたら幸いと思います。こののように3つの 構成になっています三つの部分によって構成される発表となりますまず第一部です農村の空洞ルーラルボイドの密度を探るということですモルバンに住む高齢の女性や農民の家族はミリュの密度を示してくれました 冬の雪、フクロウの鳴き声、山猫の叫びがいかにこの人間の空白に仲間入りしているかということを教えてくれています。 に近い集落で若者の大脱出を生き抜いたジョセフィーヌという人が小さな子どもたちのために足のおもちゃを作っていましたモルバには湿地帯がたくさんあり4年間間ば伐つが続いても足が生えますジョセフィーヌは足の場所足の鮮度を保つ方法そして何よりも足を編む技術を持っていました 彼女はこのようなガラガラを作るときその素材の匂いや感触音,の味音や味そして子どもが自分の手で感じることのできる小世界を作って赤ん坊を招き入れます手作りのガラガラに関する多くの文献も残っていますこのすべてがモルバンで忘れられてしまっていますしかし大人になった多くの子どもたちは 今でも足の味ですとか音を覚えています。そしてタンポポの茎のラッパですとかヒイラギの歯の笛のようなもっとシンプルで子どもたち自身が作ったグリーンな楽器、自然の楽器もあります。私自自身も、この自然の然 えー、緑で作ったトランペットで音楽を奏でた時のことあるいはタンポポの刺激的な味を覚えています私にとって、えー、サラダボールいっぱいのタンポポというのは、えー、潜在的なオーケストラのようなものです皆さんはいかがでしょうか皆さんが、えー、草原に音楽を感じますか質や、えーえー、草原や森がいかに空っぽでないかこれが想像できると思います もう一人の老人、モーリスもエピナクという小さな町の近くの集落で、農村から多くの人がいなくなった後、生き延びた一人であります。モーリスは若い頃、羊の群れを飼うのが仕事でした。長い羊飼いの日々の中で、モーリスは周りの小さなものに親しんでいきました。多くの鳥の真似ができるようになりました。その鳴き声の 感覚も覚え、そしてそれぞれの鳥について、その鳴き声、さえずりの翻訳する言葉を覚えました。このような口伝えのテクニック、オーラルテクニックは、多くの鳥の鳴き声を耳にすることがなければできません。モリスはまた、ティアラージという牛と一緒に仕事をするときに歌うレント、リタニアのような口伝えの技法もしています。 アムチ、えー、や馬、えー、の加えー、で牛を従わせることはできません。えー、このティアラージの例をお聞かせしたいと思っているんですけれども、人間としては牛のやり方で学ぶしかないと、それがティアラージであり、 半分はな歌い、半分話すことで、えー、動物を励ます表現です。聞こえますでしょうか、そのティアラージをお聞かせしようと思っているのですが。 アウトロイチーノーヨ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 ーーーーヨーヨーーーーヨーヨーーーーヨーヨーーー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 ヨー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  それを牛も知っています人間はコミュニケーションの方法を工夫しこのティアラージュを用いながら動物が右に曲がったり左に曲がったり障害物があっても前に進むように優しく後押しをしたのです。まるで動物と人間が一緒になって協力するかのようにです。声を出してこの独特な作業家を生み出したのであります。 ジョセフィンヌが足のおもちゃを作っ,たと作ったのは単に人工物を作っただけではありません。モーリスは鳥に喋らせる時も牛と一緒に歌う時も自然を擬人化することはしなかったわけです。彼らはミリュの密度に対する知覚を開いてそして私たち自身の知覚も開いたのです。私たちを取り巻く周囲は複数の視点によってより豊かに認識されます。 人間と非人間ヒューマンとノンヒューマンとの関係は密接なネットワークとなりますオラリティを通じて私たちは他の視点に通ずることができますそしてメゾン・ドゥ・パトリモン・オラル・ドゥ・ブルゴーニュでは研究者メディエータープロのアーティストやアマチュア住民が協力してそしてオラリティを通して現在のポピュラー文化の密度を体験しますでこの密度を改めて考えることで私たちはこの地球に留まる可能性を見出すこと ができます2番目に存在を出現させるオラリティを実践するとはどういう意味なのかということです。えー、この我々の研究所にとってオラリティとはある出会いがあった時に過去を呼び覚ます可能性を意味します。言い換えればオラリティを実践するということは足湿地鳥牛身振り声すべての味を考慮することです。 地元の語り部たちはそのことをもっと正確に説明してくれます。彼ら曰く 先祖の言葉や死んだ人の言葉を口にすると突然、肩越しに現れる。話の最後には何十年も私の背後にいて私に同意するとは限らない私に異議を唱えたり喧嘩をしたりすることもあるだから私は何も言えない生きている人を前にして責任を果たさないといけないかもしれないけれどももはや生きていない人の前でも親戚が責任があると。 いいう,うに言っていますこのように交渉における責任というのは実はドナー・ハラウェイのリスポンス・アビリティこの2つの言葉によって成り立っているという概念に非常に近いと思います。リスポンス・アビリティはその不在とそして存在についてであります。私たちは地球上の他の他人間や あるいは主に対する自分の行いに責任を持たなければならないと思います。オラリティはそのための一つの方法だと考えます。ドナハラウェイにとって過去や未来は問題を抱えた現代を生きるために役に立つものではありません。リスポンスアブルであるためには真に現在に存在することを学ぶ必要があるのです。 そして真に現在に,現在に存在する、To be truly present、このことこそオラリティの課題です。 復活と継続、オン・ゴ・イングネスとの間、の不確かな瞬間にとどまることであります。オラリティは、過去、現在、未来のすべての存在を同じ空間に置く技術的なアプローチだというふうに考えています。オラリティは、生きている、あるいはもう生きていない。人間や人間以外の存在を活性化するものです。次に、三番目です。 えー、プレシエ、えー、継続性オンゴーイングネスのある芸術の推し、作的、試作的なあその姿です。 エコロジカルな伝統技術の中で唯一植物を生かすための集団的な技術、それがプレシエです。プレシエとは地方、その意味はです、ね、編んだ生垣と訳すことができます。枝を叩いたり曲げたりして、森や畑や庭を守る厚い生垣を作る技法の名前です。ハシバミですとか、クロウメトドッキですとか、ヒイラギなど、さまざまな木が使われます。 この作業は通常樹液の流れが止まってそして木々が眠っている冬の時期に農民が行うものでありました。今日ではこの技術は古風なものとして見なされています。第二次大戦後は垣根は次第に UC 鉄線に取って代わられてプレチエは今や 古代の農村地帯の名残であると考えられていますしかし古くからある森の道を歩いて行きますと樹齢を重ねた木々の生垣を見ることができます生垣を作るには技術だけではなくて未流に対する知識も必要です枝を切る,切るのではなくて枝を生かして育てるために叩くという技術を使います そして目的は数本の枝を分かれさせてそして生垣を密にすることです。生垣に十分な厚みがあればです、ね、イノシシなどの野生動物が草原に侵入しにくく,しにく,くなります。 生垣の役割は地域を区切ることではなくて生産的な役割もあります。枯れた生垣とは逆にです、ね、生きている生垣からは火を起こすための小さな薪を取ることもできますしまた生垣の中には果樹もあり栗やリンゴ、ご、梨などの収穫にもつながります。家庭用や豚の餌にこれらをいたしました。20世紀初頭の農民はどの家庭でも自給自足をしていました。池垣は 巣や巣などを水平に支えたりあるいは夏の終わりにはブラックベリーの株となりますまたキノコや小さな木々水との素晴らしい共生をもたらします生垣は人間や人間以外の生命のための資源で満たされた種の 種を超えたバスケットのようなものだと考えます。貯蔵袋の発明によって人間にとっても非人間にとっても持ちこたえるための蓄える能力というのが重要なステップとして発達しました。さまざまなものを収納する必要性からさまざまな工芸技術が生まれ、その籠在庫と同様に技術人類学の大きな研究分野と発展しました。 生垣をインタースピーシスの工芸技術として捉え編み込まれた生垣がが、えー、ヒューマンとノンヒューマンの共存をどのように示しているのか研究仮説を提起します生垣を作るために23人の人間が過去に作られた生垣を見聞きしてどのような生垣になるかを一緒に想像する必要があります生物は予測可能なものですから 予測不可能なものですからその過去には大きな不確実性があります生垣を選定するとき人間はその環境に生息するあるいは息づく動植物の未来を推測するのです過去と未来を織り交ぜながら生態学的な予測を行うのであります私たちはどのような関係性の上に生垣を考えるべきなのでしょうか 正体、模倣、子供時代のよみがえりでしょうか、有刺鉄線の登場によって、消えてしまった前の生垣のオラリティを再現しなければいけないというふうに考えます結論です。 プレシエは、生きている植物や家畜以外の動物を使ったインタースピーシーズのバスケットを作る芸術と考えることができると思います。プレシエを作る人は、育てる方法を知り、その成長に影響を与えることの間の均衡点にいます。家畜以外の動物について予測できることと、家畜を飼いたいという意思の間にあります。 オラリティを通して過去と現在の全ての存在が生まれる可能性があります。したがってオラリティと技術的なジェスチャーは芸術を形成し、未流を継続させることができます。ティアラージュ、プレシェ、鳥の歌の模倣など、他の国でも他の名のもとに他の人間やノンヒューマンにも。 存在すると考えています。私たちはそれらをアート・オブ・オン・ゴーイングネスと呼んでいます。以上です。ありがとうございました。Okay. Thank you very much. ありがとうございました、キャロリンさん。ペーパーと。 ディスカッションをしてくださいましたその伝統的なランドスケープフランス中央部におけますオラリティに関して述べてくださいました非常に興味深い内容でしたそしてその音声そして牛などと石の疎通を図るというやり方とても興味深いものでしたフレ,ドフレドリックさん えー、その霊長類との経験からフレドリックさんあ、まあ、霊長類がその家畜ではありませんけれども、えー、人間と霊長類とその話をすることはできるのでしょうかというのはまた伺ってみたいものですけれどもカロリンさんに伺いたいのはその呼びかける牛に呼びかけるというテクニックというのは、えー、現代においても それが行われているんでしょうか、そしてそういった言葉をその存続させるというのがキャロリンさんのお仕事の一つなんでしょうか。ティアラージュは今はもう行われておりません、実践されていません。でも他の国では、例えばアフリカでは。 私が聞くところによると、そういったあの医師の疎通があるというふうに聞いています。医師の伝達があると聞いています。まあでもフランスでは古代のテクニックとなっています。農民や例えばアーティストでそれを行っている人はいますけれども。 アーティストでそれを行っていますけれども、それは実際の牛を相手にしているわけではありません。例えば農場でその牛がを使ってその畑を耕すというようなことはもはやしていません。しかし、そのティアラージの歌というのはとても重要です。牛を想像しながら呼びかけます。 牛の近くに行かなければなりません、動物のそばに寄らなければなりません。我々の声が動物にどのように聞こえるかということを想像しながら呼びかけなければなりません。 我々が研究しているのは、あるいはその歌う人たちが研究しているのは、その存在です。再生しようと考えています。えーそ 動物と人間との関係を、えー、再生しようとしています。外では鳥も飛んでいます。鳥も鳴いています。鳥の声も聞こえます。で、 人間が歌うとですね人間が牛に歌いかけると鳥がそれを真似するというようなこともあるようですでこういったことはその我々が人間が地球に留まるためにはとても重要だと思っていますどうもありがとうございましたそれでは全般的なディスカッションに移りたいと思います はい、それでは、講演者の方々皆様、この画面の方にビデオを表示してディスカッションを開始したいと思います。OK, we are all there.Yes, Eiko, you have.、はい、ありがとうございます。エイコさん、手が挙がってますけれども何かありますかコメントですかはい、質問がありました。ヨアンさんに質問なんです。 ファーマーカルチャーの話をらっしていました。これは魅力的なお話だったと思いますし、もう少しこれはどういったものなのかご説明いただければと思いますけれども、これ概念的なアイディアだと思いますので、もう少しお話しいただければと思います。<laughs> はい。 2つの種類の景観がありまして、1つは内側の風景になります。我々自身がそこに参加することで動かされるわけです。それから、実際のその自然のファーマカルチャーに関しまして、に対しまして我々は作用するわけです。この内部が動かされます。 すみませんね、猫が私を叩いてきますけれども。コントロールしようとしますと、まず自信が必要だと思います。自然に対します自信です、まあ、それは簡単ではありません。何か、例えば台風が来るだとか。 それからまあもちろんその虫も来ますしそうなると自信を持てないわけですがその風景が他の作用ももたらすとそのフィールドにおいてもう一つの我々が求めているものとしましてはこれはまあ普遍性というものでユニバーサリズムということなんですけれども我々は 何らかのルールルルーー具体的なルールを見つけたいいと思っていますでそのルールはその全てのフードをで機能するようなルールを見つけたいと思っています。まあ、これはでも関係性だと思っています。例えば、その愛情に関しましても何らかのルールがあるわけではありません。同じように、そのリアルな ルルールというものはそこにはないわけですその場所との関係に入っていくときのルールというのはないわけです。それは自分自身が自分自身のその経験ですとか、それからその場所の歴史だとか、まあ、そういったところと関係してくるわけです。 またここに例えば住んでないようなまあいろんな種が入ってきたりまあこれは野菜もそうですしまあ動物種もえ侵入してくるわけですなのでこれは常にい動いているわけですまあ一つはまさにこの驚き狂嘆というところその世界に対して注意を向ける そのようなこととそれからもう一つ毎回どのように対応すればいいのかというようなそのような社会的なネットワークも必要であるということです。例えばその牛の話がありましたけれどもその牛と仕事をするということになれば。 そのお牛とつながる必要があるわけですねそれがそれもあのフードだと思います、えー、オーキシュテンベルグはこのようなトランストランスフォーメーショナルな、まあ、フードというのは、まあ、北海道で、えー、実験してらっしゃいましたけれども北海道の人々が米を稲作をですね導入した時にもそのような ものを外から持ってきて、そしてフード自身がこう変異をしたということがあったわけです。北海道の中で、まあ、そのいったことがありました。で、本田先生、なかなかその説明は難しいんですけれども。 例えば1週間前、私の友人がその車のタイヤを持ってきて、タイヤ4本もらいました。で、またその私自身のガーデンにあるゴミと、 そのエデンのようなアーキタイプにならないようにというのはそのタイヤはこれも何かを収納するような場所だということですし私のそのフードの作業というのは私のその庭園でえ機能するものはよそでも機能すると思いますし その私のその庭員でのフードの開発というのはそ,のそういったタイヤも含めたフードの話をしているわけです。でもちろんそのますさんの庭員は私のものとは違いますし高橋先生の庭員も私の庭員とは違うわけです。ですがその内部の風景というのはまあ共通のものだと思っています。 文化的な景観、文明的な景観というのは同じようなものを持っているんだと思います。例えば、雑草なんかでも、まあ、反省することがありますよね、牛なんかは。 一旦飲み込んで、そしてまた戻してきて、反すするということがありますけれども、まあ、そういったことをやってるんだと思います、まあ、そのようなプロセスだと思います。それから、田舎の方に行きますと、その死の存在というのが大変近いところにありまして、今でもそれはそうです。 あの畳の上にネズミが見て、それを猫が,猫が捕まえたりとか、そういったことも見られるわけです。この暮らしとのそれは関係、そして生き物との関係、生き物というのは当然いつか死ぬわけです。これは正常の循環です。そういった視点を持もというのは。 重要だと思っておりますし、まあ、それはあのファーマカルチャーの一部でもあると考えています。はい、ありがとうございました。OK、Thank you, ヨアン。ありがとうございます、ヨアンさん。フ,フレドリックさん、手が上がってますけれども、どうですかはい、ありがとうございます。オーギュスタン先生も手を挙げてらっしゃると思います。私の方から簡単にはい、質問です。 キャロリンさんに、あとはその小野先生の方がいいかもしれませんね。ただしさん、少しおつながりとして、柴田の作品とご自身の作品のつながりに関しましてご説明いただければと思います。東北でやってらっしゃること、この、え。ー テーブルとそれからまた庭園の写真ですよね。この間にはどのようなつながりがあるんでしょうか、はい、もしかればもともとつながりはないのかもしれませんけれども、<laughs> つながりがあるのであれば、はいうん、ご紹介いただきたいと思います。そうですねあのつな。つながりがないということはないと思います。 ああのまあ、もちろんねあの柴田さんとは私もジェネレーションが完全に 10, 10年一回り違うのでやっぱり写真に対してのアプローチっていうのは違うと思うんですけどもあの柴田さんの場合はやはりそのフォームに対しての関心っていうのが僕の仕事以上に非常に大きいと思うんですね。ですから彼はやっぱりあの版画の世界から来てる人ですしその なんて言うんですか、ね、その批判性ということ以上にあのまるでああいうコンクリートのストラクチャーが砂防のものが多いんですけどもまるで彫刻のように彼には見えていてでそれを絶対に彼の写真には空が入らないんですねそういう閉じたあの風景の中であの構成すると、えー、まるでやっぱりある種の庭というか一つの箱庭日本的な箱庭のような風景が出来上がる。 でそ,こそれをまた非常に質の高い白黒プリント、まあ、今回はあのカラーをお見せしましたけれども、基本的にはる彼はあの非常に技術の高い白黒のプリンターでもあるんですけれども、あのそういう形で工芸品的な部分っていうのが非常に大きいと思うんですね。でそれに対して僕はやっぱり、あのフォーム以上にもちろんフォームはあの写真や絵画を作っていく以上非常に大事ですけれども、それ以上にやはりその その風景にあるいろいろさまざまな関係性、えー、あえてその私のし仕事のシリーズのタイトルをコースタルモティフと付けたその傍聴堤ではなくてコースタルモティフとして付けたということはそのやっぱり海岸にあるもの全てをあの均等に捉えたいつまりコンクリートの傍聴堤や植物やそして道路人 あら,あらゆるものがあの写真の中では均等に扱われているそういうあの態度がおそらく柴田と僕ではあの違うんじゃないかなと思います。Yeah, thank you very much. I, I don't see it.Agustan さんの ご質問は、えー、Q&A に書いてはないようですけれどもあ、いらっしゃいますね。どうぞ何かご質問がありますか質問というよりも、ヨアンのプレゼンテーションの。うん 最中に起こった出来事に関してですけれども、しゃべってらっしゃるときに、どなたかが訪れて、訪問客がいらっしゃいましたね、訪れた方がいらっしゃいましたね。それは玄関までしか通常は来ないと思うんです。その家の中まで入ってこないと。 玄関を上がるということはしないと思うんですね、通常は。このことが本田さんのプレゼンテーションにも関連していると思います。クエア・ネイチャーに関してのプレゼンテーションでしたけれども、ことのことの学でしたかことの空間でしたかスペース・オブ・ネイチャー、スペース・オフこと 日本語は、えー、クイア・ネイチャーに関して、えー、日本語の訳はありませんけれども、うん、というのは、うんうまあ、従いましてクイ、えー、アの歴史を振り返ってみました、えー、そ,しその結果クイア という言葉は多様な意味を持っているということがわかりました。で、適切なまだ、その日本語訳を生み出すことができないんですけれども、ことの学、ことの学、正弘さんがおっしゃったことの学に関しましては、これは現象学的な理論でありまして、これは後になってから現れたクマグスが後になって。 語ったことであります、えー、アメリカを去ってからですね、時放流と話をしているときに出てきたものであります。真言宗のヘッドになった僧侶と話をしているときに出てきた、えー、言葉がことの学、概念がことの学であります。クヤアネイチャー、私が言っている、えーそのえー、英国におけますクヤアネイチャーというのはもっと、えー、その前段階にあるものでありました。マノグスが大会で えー、クリアーネイチャーということを考えさせ、えー、てそれがやがて後になってからことの学へと発展していったと理解しています、えー、基本的なその曖昧さアンビギュエティというものが存在すると,存在すると思いますこととものの間ですこともスイングでありますものはしかしながらスイ、えー、ングであったり人であったりしますイワンのところにですね誰かがやってきましたね、えー 日本語では家、家、家という言葉がありますね。家、家、家という言葉がありますけれども、これは家という意味でもありますし、人間を表すこともあります。家と言ったときに、それを自分を表すこともあります。家を表すこともあれば、自分を表すこともあります。そのように、お互いに浸透し合うというものでもあります。 その日本語にはたくさんそういった概念を表す言葉があります。これは間という概念であります。人を表す場合もありますし、例えば人間の場合は人との間ということで、人間というのは人を表しているわけであります。人間、人間、両方読み方があります。これは 間でででああっったたり、り、そのの相相互互作用であったり相互の結びつききを表すす。ことができますスティモンドイツ語ではスティモンですそういったものが日本の文化に存在しますこれは西洋の近代の西洋の近代の文化によって否定されました全くこれは違うということです そのダローのプレゼンテーションでは伝統的なフランスあるいは他の世界の地域でもそういった伝統的な文化ではそれは存在したと思うんですねしかしながらそういった西洋においても近代化によって失われてしまったことでもありますそこでそれをもう一度取り戻す必要があると思います地球との結びつきを取り戻すためでありますそしてその災害 あるいはこのディザスターこの文明がもたらしているデザスターを乗り越えるためにそれが必要だと思いますありがとうございましたこの結びつきについてお話をくださいましたありがとうございましたヨハンさん何かフォローアップがありますかあ私の方から本田さんに質問があります見なかったクマグスに関してでありますけれども 私も彼の本を読んだことがあります。神社を守っていました。神社の存在、村における神社の存在を守りました。これは生態学的な理由でもって守ろうとしたんです。神社の周りには、えー 間というものが存在します人人間と人間は神社に暮らしませんけれども神社に通います時折通いますそして大体神社は森林の中に存在しますそしてその生態学的にとっても特別なものとして存在します見なかたもクヤネイチャー これは日本の神社のクィアネイチャーに関しても語っていますでしょうか。えっと私が申し上げたような観点で神社を語っていますでしょうか。ヨアンさん、この質問をくださいましてありがとうございます。実際今現在私が研究している内容であります見なかったクマグの最後のチャプターを書くにあたって研究している内容でもあります。その研究が完成いたしましたらぜひそのご報告をしたいというふうに思っています。 コヒーシブ、ナラティブというものがたくさんあります。おっしゃるテーマに関しては、今、私、研究をしております。フレドリックさん、どうぞ。フレドリックさん、ミュートです。カロリンさんに質問です。プレッシェに関してです。 おっしゃったのはとても今日において重要なことだと思います。40年前、オスワルト、アメリカの人類学者がテクノロジーについて本を書いています。いろいろな文化におけるテクノロジーについて本を書いています。そしてアーティファクトとエコファクトの区別をはっきりとしています。であなた はエコファクトについてはいろいろと語ってくださいました。であなたの例、えーまあ、私もいろいろな例があるんですけれども、いろいろな例というものがいろいろな文化に存在するということをおっしゃいました。こういったいろいろなエコファクトを,を見定めるということは大きなプロジェクトにつながると思います。 オグスタンが間に関して語っているのと関係していると思います。これは比較研究においてとても重要だと思います。伝統的な解決策、そしてその他のソリューションでもって、この人身性の危機に対応することがそれで可能になると思います。オラリティそして その関係性について述べていただければ幸いです。あはい回答を試みますまず申し上げられるのはこちらは博物館ではないミュージアムではありません。我々は NPO です。でもこの周りにはたくさんのミュージアムがあります。そこでは 実際にリードを見たりだとか、ヨークを見たりだとか、ラッタを見たりだとか、いろんなアーティファクトがあります。足だとか、それからガラガラだとか、そういったものも残っているわけです。フランスでは無形文化財というものがありまして、写真やビデオやヨークだとか、それから古い家なんかも保存していますけれども。 そこには問題があると思っておりましてこのミリューの密度というものはアクティベートするためにはコミュニティは例えばその自然言語はそうですけれどもそのトラックが必要になるわけですまあそれを実行する実践する周囲のえそれからまた学校も必要になりますし またその家族を養うためのその機会というものも必要になるわけです。それからアーティファクトを保護するだとかとういうことが必要になるわけですが、ここでは選択をして、 アーチファクトを保存するということは行っておりません。あくまでも我々はアーティストとして無形文化財を取り扱おうということで、あの方々と何かを作っていこうと考えています。まあ、フランスの場合は、その アーチファクトだとかそういったものではなくて、無形の文化財というものが大変重要です。アーチファクトというのは、あらゆるところに存在します。なので、私はどちらかというと、私はその存在というものを感じたいと思っています。 何かが起こっているときにその存在というものが人とそれからノンヒューマンの間の関係になっています。そしてその後にアーティファクターを見ようということなんです。アーティファクトというのはまあいわば証拠といいますかというものだと思うんです。 そのつながりがあったということのまあ証言といいますかその人とノンヒューマンの間のクラフトがあったというもののえ調査ししなかなか英語で説明するのは難しいんですけれどもでもまたその質問も難しい質問だったのでなかなか回答が難しいんですけれどもはいありがとうございますはいなかなかそのアイディアというのはまた別のそのセッションでもディスカッションしましたけれどもなかなかこのえー 物質とそれから非物質とそれから生物の生物の間それからヒューマンとノンヒューマンの間のこのお説明するというのはなかなか難しいと思います。実際にその境界を越えたえその間だとかもそういったディスカッション本当に興味深いものだと思います。 でえー、時間が参りましたので、ここで一旦、えー、アカデミックセッションを終わりにしたいと思います。この後また 11, 11分後にですね、パブリックセッションを開始したいと思います。ですけれども、皆様、ご発表ありがとうございました。またそのセッションのメインのアイデアは、 今回、今日に関しましては、刷新ということ、そして地球に生き続けるというのが、今日の5日目のテーマになっています。そういった点に関しまして、皆様のそれぞれのご貢献に感謝を申し上げます。ありがとうございました。Good evening, everyone, or good morning, good afternoon, wherever you are. おはようございます、こんにちは、こんばんは。それでは最後のセッションになります。 このシンポジウム自然,自然と暮らす術地球圏第16回国際シンポジウムの最後のセッションになります。マルセイユのフレドリックさんもご参加くださっておりますけれども EHESS と地球圏共催のシンポジウムでございます。そして安倍先生も。 このディスカッションセッションにご参加いただいております。5日間、の素晴らしい、また非常に興味深いシンポジウムを行ってまいりましたけれども、本日が最終日となります。少し私たちが今までに議論してきた内容、そしてどういった主要なアイディア、 を議論してきたかということを振り返ってみたいと思います皆様まご存知のようにこの 自然と暮らす術というテーマでありますけれどもリアルライフバナキュラーの価値というものを日本や世界各地に見出すということでありますそして人と自然科学と共に存在する地に関してでありますそしてそのリアルライフのバナキュラーの実践 の価値によってさまざまな領域の議論をさらに促すことができるというふうに考えておりますさまざまなプレゼンテーションがありましたけれどもこういった地というものが文化に含まれているという議論であります庭園ですとか食また伝統芸能そして民用 的なな文化などにも含ままれていますこのアーツ・オブ・ライフというのは自然世界そしてその中にいる私たちとの関係に関する知を常に表しています自然世界の知というのは今こそ必要であります 我々がこの地球上においてどのように社会として生き続けることができるかということを解いた場合非常に重要なテーマであります初日は私たちは庭,庭園ということに関して議論いたしました このセッションで議論されたのは山際先生と佐古先生お二人また今夜いらしてくださっておりますけれども初日対談をしてくださいました庭というのはその社交場であるとそして人々がお互いに話しお互いにコミュニケーションをする場でもありますけれども人以外人間以外との,その関係性を持つところでもあるということが議論されました。 庭を通じまして、人とノンヒューマンとの対話やコミュニケーションを促す場でもあるという議論でありました。 そして2日目ですが、こ,のここではアースリー・インテリジェンスということに関して議論いたしました、ナキュラな知に関してであります。科学というのはコミュニケーションを排除する、まあ、庭園において主要なエレメントがコミュニケーションであるにもかかわらずであります。そしてもっと関係性を持って知識を得る必要があると。 その教会を超えて人とノンヒューマンそして生きるもの生きないものとの間の相互依存性を感じる必要があるという議論が行われましたさらに入国になりまして。 自然の考え方がその西と東ではどのように異なるかという哲学的な伝統に関して述べ、ま、議論しました。ベルク先生の方からどのように人間が自らと環境の間,の間というものをどのようにアレンジしているかということについて説いてくださいました。 そこで議論したプロセスは非常に深い発見、内なるものの発見、外なるものの発見であります。そして、その自己創造のプロセスについても議論が展開いたしました。さらに3日目になりまして。 こういった参加に関する性質に関して議論いたしました文化や人がノンヒューマンのロジックとどのように相互作用を持つのかパターンや頻度と相互作用性を持つのかということであります。そして 我々も参加しながらそのノンヒューマンの間においても関係性があるということそして主体客体としての関係性が存在するということに関しての議論が展開されました新しい方法でもって耳を傾ける必要があるということですそして特にノンヒューマンの領域における声に耳を傾けるべきだという議論でしたまたさらに自然のアート に関してでありますアートそのものがその主体客体の関係を逆にしてくれるということでありましたそしてその規範をから身を解き放ちそして直接的に我々自身の中 例えば環境によって私たちはどういった植物にとって見られたとき、石によって感じられたとき、またゴリラによって理解されたとき、神によってその聞かれたときに私たちはどのように。 になるかとということに関しの議論が展開されました小川さん、これは第12世代の庭師でいらっしゃいますけれども、その先祖とのコミュニケーションについて述べてくださいました。そして石や樹木というのが自らの先輩であるというお話をくださいました。そして先祖でもあるということ。そして石に対して耳を傾ける樹木に 耳をを傾けるることとししていいらっしゃるという話がありましたそそして彼らそれらが私たちに与えることを本当に私たちを受け止めることができているのだろうか受け止める必要があるというお話でありました長谷川さんまた今日いらっしゃいますけれども私たちが継承するものをさらに刷新することができるというお話もくださいました。 この5日目まさにこの刷新ということをテーマにしています <coughs> 今先ほどツールに関してコンセプト方法論などがそのパーセプションやコラボレーションというプロセスにおいて用いられていること内なるもの外なるものにおけるそういった関係性でありますどのように見るか学習するか行うか とということが自らを表すそしてそれがノンヒューマンの世界と自らを結びつけることができるというお話でありました。この最後のセッション。 でありますけれどもこれは最後と呼ぶのではなく刷新のセッションというふうに呼びたいと思いますこれは新たなる私たちの道のまたスタートでもあると、えー、始まりであるというふうに考えたいと思いますそれでは安倍先生よろしくお願いいたしますありがとうございました この今、会場、京都の町屋から発信しているわけですけど、会場にはお三方に来ていただいております。初日、一番最初に対談という形で登場していただいた、われわれの研究所の所長、山際十一さん、そして対談相手だった京都精華大学の佐子さん、そして昨日、 でしたね、昨日あのやはりこの時間帯に、えー、登壇していただいた長谷川さんお三方に来ていただきましたそして我々には今見えておりませんけどこの画面の向こうにはーオギスさんさんはじめ多くの方がいらっしゃると思いますあのダニエルが先ほど言ったようにまあもともと日本語で言うと「起承転結、結論を出すようなそういったことを考えてたんですけど結論というよりも刷新という といいう言葉を使いますこれからどん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 新しいことが始まっていくその出発点となるような議論をさらにここで重ねていくことができればと思いますその議論の口火を切っていただこうと思ってますサンデラさんをご紹介しますサンデラ・パンデリュー彼は彼の経歴をもともと考古学者だったというところから始めるのでそ,それこそ <laughs> 時間がかかります そこで簡単にサンデルさんのことを紹介しようと思います。まあ、そのこと自体も難しいんですけど、今ではインターディスプリレイリプロジェクト。まあ、いろんな学問分野が融合してプロジェクトを作る。ま1つの課題。まあ、それに様々な専門の知恵を。 使って解決にあたるこういうのはあ普通にやられるようになってきました我々の研究所もそういった研究所でありますその中でサンデルさんはおそらくおおまあ、アカデミックコミュニティの中で最も早くこのインターディスプリナリースタディプロジェクトの重要性に気が付かれてその多くのプロジェクトのリーダーを務めてきたそういった経歴の持ち主であります で、我々の研究所との関わりでいくとお、まあ、外部評価委員長、あのー、昨日登壇いただいたイラン・チャバイさん、現在の外部評価委員長ですが、その前の外部評価委員長として我々の研究所にさまざまなアドバイスをしていただいております。なんか今思うと外部評価委員会、委員外部というのはちょっと我々の感覚とは違ってて、サンデラさんに背を。 イランさんにしても我々は仲間だと一緒に環境問題ということをこの解決にあたってあの協力していっていただくそういった意味では外部では決してなくてむしろ我々の仲間だと思っておりますそれではやっぱり長くなってしまいましたサンディアさんあの、まあ、これまで4日と4日半かあのずっとセッションを行ってきましたいよいよ最後になりましたコメント まあ議論の口火を切るような発言をお願いいたします。サンデーさん、よろしくお願いします。Right. I will start. はい、ありがとうございます。それでは始めたいと思います。少しお待ちください。画面を共有したいと思います。 You can see. 見,え見えますかスライドは大丈夫でしょうかあともう一歩でしょうね。はい、大丈夫でしょうか見えますかはい。私はサステナビリティに関します、えーおは。研究をしてまいりましたので、そういった視点からお話をしたいと思いますけれども、えー、安倍さんがおっしゃったように、もともとは、 考古学とヨーロッパの中世の関係の歴史学者でもあったわけですそしてアルゾナ州立大学で教授を務めておりましたまず最初に申し上げたいのは、まあ、今回のシンポジウムに関しましては本当に、えー、たくさんのことを学んだと思っています素晴らしいシンポジウムだと思います このような素晴らしいシンポジウムのおかげで多くのことを学,学べたということで、まあ、通このテクニシャンの方々、それからもちろん発表者の方々、通訳の方々、そして主催,主催者の方々に大きな感謝を申し上げたいと思います。私の,そのサステナビリティの研究においても、今回のシンポジウムは大きな貢献をしてくれたと思っております。もちろんその全てを でできているわけではありませんがで私のプレゼンテーションも今これまだ今、えー、問題に関しましてユー,ロユーロアメリカンが科学にとってきたアプローチがどのような問題をもたらしてきたのかということに関します、えー、まだ今施策の途上のお話を今日はしたいと思っています。でまず一番最初に 持続可能性という点から考えますと、ユーロアメリカンの物事の,ごとの見,見方というのには、もうまさにこれはもうデッドエンドであって、もう行き先はない、えー、というところまで来ているというふうに思っております。ということで、3つの質問から始めたいと思います。どうしてユーロアメリカンのそういった思想というものができて、それがどのような影響を与えてきたのか、それがどのように世界中に広がっていったのかというお話をしたいと思います。 はいこういった形でどのように世界に広がっていったのか、それから3つ目に、東アジア、そして日本の思想がこの状況を助けるのにどのように役に立つのかという話をしたいと思っています。もしかすれば、あまあ、皆様のお話を聞いている中で、完全に理解できていないところもありますかもしれませんけれども、まあ、そういったお,お話も盛り込んでいきたいと思っています。 まず概要から始めたいと思うんですまず気候変動だとか、それから環境問題というのは、これは今現在の問題の中核的な問題ではないと思っています。そもそもより大きな問題がこの根底にはあって、それに対応する必要があると考えています。そもそもも様々な領域に <laughs>、えー 北半球と南半球の間においてアンバランスが発生しているこれは経済的政治的教育的健康的な格差を生んでいるわけですまた ICT 革命で例えばインフォマティックコミュニケーションこういった革命においてこのような格差というのがさらに見える化してまいりましたこれがユーロアメリカの社会の中では 緊張関係を生んでおりますしまた先進国と途上国の間での緊張関係を生んでいます独立運動アイデンティティの問題ポピュリズム人種間の緊張貧富の差、まあ、このような問題が今至るところで起こっているわけですで環境では資源の使用量の不均衡ですとかそれから汚染だとか、まあ、こういった問題を起こしているわけです全体として このプラネタリーバウンダリーを超えているということですしたがって問題を解決するときには全く違う考えを持つ必要がありますそれは心の脱植民地化ということでまたそれは自然,の自然に対します考え方の脱植民地化というものです実際に今回のシンポジウムにおいてもそのような考え方がたくさん発表されました でまず世界の庭園に関しましてはいろんなものがあるということでお話をし,まいえ、えー、したいと思います。まあ、これは環境にに対すす人間の考ええ影響を与えていますこれは例えばフランスとイギリスの間にも違いもありますしまた英国においてもここに書いてますような庭園の違いがあるというわけです。 左側が英国そして右側がフランスの庭園です。経験主義者とデカルト主義者の庭園の違いというのがあります。こういったものはそもそも文化と自然というのは共振化,化するわけですのでその結果として現在のような姿になっているわけです。それからまた一番下の方にモンゴル,モンゴル共和国と中国内モンゴルの自然を比較しています。左側と右側でご覧ください。ここで議論したいのは まさに近代化と呼ばれるものは実はこれは欧米文化による植民地化であるということで、えー、説明したいと思いますではこのユーロアメリカンのアプローチというのはどのような形で生まれたのかというお話に移りたいと思います14世紀に大きなエピデミックが起こりましたペストが流行したわけですこれが大きく人々の考え方を変えました まず生と死のののの循環的的なななももが直線的なものになったわけです人の死というものがあ,たらあらゆるところで起こりそれまでの生と死の循環的な観念というものが直線的なものに変わったという大きな変化が起こりました。 これは我々の,その西洋の思考に対しまして大きな影響を与えました。それ以外にもいろんなことが起こりました。例えば、えー、その後と2、3世紀いたしましてイタリアのルネッサンスが起こりまた経済的にも大きな進展を。 発展を遂げるようになりましたまあ、それが社会の見方を大きく変えることにもなりましたまあ、基本的には何が起こったかと言いますと例えば商取引に関しましてはもともとその関係的なものだったものが取引へと変化したわけです商取引はもともと関係性だったわけですしたがって長期的な関係をもとに商取引というのは成り立っていたわけですでそれが取引へと変わったわけです 個々の取引に変わったとということです例えばお金だとかルールそういったものに関します取引へと変わったわけです。でこれでこの結果ですね、長期的な関係というものはなくなり時間的には短期化したということです。短期的な関係での取引へと変化したわけです。これだけではありません。まあ、いろんな社会の関係構造というものがなくなっていきました。というのは 例えばコミュニティとの関係、家族との関係だとか、まあ、そ,はそのお土地との関係とかいっ,た、まあ、もいったものがどんどん薄まっていたわけです。それが15世紀から17世紀にもさらに,もさらに進みました。プロテスタンティズムとそれからブルジョアジーというものが開いている多義的なそのカテゴリーから閉じている短義的なカテゴリーへと変わっていったわけです。真実を。 お探索する中である特定の価値観というものが重要視されるようになったわけです。そしてそのエンティティ、まあ、実体だとか個人、そして理算的なカテゴリーをサポートするような考え方が生まれてまいりました。でそのような、えー、進展、そのような動きというものはその後も続きました。18世紀、19世紀もそうです。18世紀は デカルト的なまたその経験的なゴールシグというものが広まりました科学そしてメジャーメント測定への移行だとかまあいろんな道具が生まれ世界に対します見方世界観というものが生まれてきたわけです、まあ、これが啓蒙活動の時代になりますそして人間の文化的進化というものが絶対的なものではなくこのプロセスの中で 自然の現象の文化的な分類,が分類が行われました。例えばリネは植物を分類したわけです。それ以外にもいろんな分類が当時行われたわけです。自然現象の分類です。そして19世紀がまた重要な世紀でテクノロジーがここに入ってまいりました。情報を処理する、まあ、そのようなテクノロジーが入ってきたわけです。例えば車を作るということになりますと。 まずその車を運転する人は運転をするということだけ,でだけしか考えませんすなわち車を作るというのはテクノロジーというものがやってくれるということであってそれぞれのドライバーが車をどのようにこの車がどのように機能しているのかということは知らなくてもいいわけですそして19世紀の半ばに入りまして大きな変化が生まれましたももともと ま中世の時代も、その他の社会でもそうだったわけですけれども、経済というのは、社会において物事を交換する、物を交換するための活動だったわけです。従って、その社会が中心だったわけです。経済はあくまでも道具でした。ですが、19世紀になりまして、これが大きく変わりました。経済が目的になったわけです。西洋社会においてはそうです。そして、社会は経済のためにそこにあるというような状況が生まれました。 ということは我々のその理解のあり方というものまあいろんな執行だとかいろんな形での理解認知人と自然との関係もそうですけれどもこういったその理解というものから 今テクノロジーというものが導入されてテクノロジーというのは柔軟性がありませんのでテクノロジーにどんどん依存するようになりそうなればなるほどその社会そのシステムが、えー、と不自由になってきた柔軟性を失ってきたということを意味,意味していますさらにカテゴリ化が進んだわけですそして当時、えー 人種理論というものもの生まれまれしたそれに関します、えー、論文も出してますけれども19世紀後半に、えー、例えばそのお犬のお、えー、レースそのお種に関しまして そのの理論ととといいううももが人種にに採用されるということになったわけですそしてまた産業製品というものが中心的な役割を果たすようになりましたそして国を比較するために GDP が利用されるようになりましたで経済を成長させるためには消費が重要であるということになったわけですまたグローバル化が起こり情報とそして輸送というものの流れがさらに促進いたしました。 そしてより多くのことを消費するより多くのものを買うということが経済を動かすために重要になったということですこのようなプロセスの中でユーロアメリカがすべての富を手に入れましたヘンリックがアストリがどのように起こったのかをうまくその文献の中で説明していますユーロアメリカの世界というのは特定の物理的価値観を中心に生まれたわけです 人、自然、生物、資源を欧州の中核へ持ってきて、そして相対的な価値に関しまして、物質や物の,の相対的な価値を高めることに全ての努力を傾けたわけです。そして19世紀から20世紀、ユーロアメリカンの社会は、 そのもののもが経済にに奉仕すするたための社会というふうふなったわけですトレクロダウン方式で富を拡散させ,拡散させるそして大量消費社会をつくるその中でまた巨大な貧富の差が生まれましたしまた同時に高度な制度技術が開発されたわけですそして文化が自然を支配するようになりましたこれに関しましては後ほどお話ししたいと思います すなわち人間は自然を思い通りにできるという考え方だとか、自然をか変えることができるというふうに考えるようになったわけです。人間は自然を搾取できるということになったわけです。また、その中で白人以外は自然の一部、すなわち搾取される対象となったわけです。でこのような形で、えー、もつれた、えー、ヒエラルキーができたわけです。 このシンポジウムの中でもどなたかは忘れましたけれどもおっしゃっていました西洋では自然というのは文化のサブジェクトであるということでしたそういったことをおっしゃった方がいらっしゃいますまた東アジアは文化というのは自然の中にあるとしたがってユーロアメリカンのこのカテゴリーとしての見方分類的な見方 この文脈においては自然と文化を対立する関係においているわけです。18世紀、19世紀において自然,自,然自然史とそれから文化史という考え方が生まれました。そこでこのプロセスの中で各コンセプト西洋社会からの視点での 概念というものは単純化されたわけです。そして多くの思考考え方というものが還元化されました。そしてまた視覚化というのがより重要になってきました。で、このプロセスの中でさらにフォーカスが狭くなってそして 科学的なマテリアルを利用してそれを証明するというようなことが行われたわけです。またその関係的に考えますと、インタラクションが重要であるということになります。まあ、今回のシンポジウムでもありましたように、小川さんがおっしゃった点があります。ああ緊張関係、テンション、でこれは2つの,その視点の対立ではないというふうにおっしゃいました。まあ、そのような考え これはまさにカテゴリーを開放するものであってこれは例えば共鳴だとか共感だとかそれから曖昧さ視点の変化ということにもそういった言葉が出てまいりましたけれどもそういった言葉に表れているというふうに思いますでは次に植民地が何をしたのかということに関しましてお話をしたいと思います4つの段階で植民地 主義をはな、えー、説明したいいと思いますまず一番最初1600年代から1700年代え探検型の植民地主義です奴隷制だとか貿易植民地ができましたそして1800年代に入りましてまた違う視点が生まれましたこれはヨーロッパの視点でもあるわけですが全てのそのテクノロジーが、えー、植民地をお えー、その搾取のための場所だというふうに見るようになったわけです。物質的な植民地主義です。そしてプランテーションが作られ、また工業だとか、それからまた領土の選挙も行われるようになりました。そして20世紀に入って、特に第二次世界大戦の後がそうですけれども、これは一旦止まりました。というののはは多くの国は 多くの国がです、ね、独立を求めて、そして独立を果たしたわけです。でも、経済的な依存というのは残ったわけです。今現在でもそれは当然ながら残っています。欧米型の経済価値観というものが支配的になりました。そして、アイデンティティの覚醒が起こり、ですけれども、一方で、政治度が欠如していたり、腐敗だとかということが見られたわけです。 でこれはまた国ではありませんけれども、今は欧米の,その民間企業がコントロールをしているというような状況が生まれています。それからもう一つは情報に関してです、情報植民地主,主義と呼び,呼びたいと思いますが、これは1980年代以降、生まれた植民地、植民,植民家ということになります。IT によって情報が ポータブルなものになりました持ち運びできるようになりましたそこで欧米欧米経済のその支配のグローバル化というのがさらに加速化し価値観思想貿易金融も欧米が支配するようになったわけですで、次に持続可能性の点から考えますとあその前にもう一つこちらをご説明したいと思いますこのプロセスの中でグローバルな 例えば価値観が縮小していたといろんな文化だとかが持っていた自然,自然界だとか自然観だとかそういったものが植民地化とグローバリゼーションにおいて、えー、縮小したというわけです。グローバルのシステムにおいて 文化が相互作用できるような最小公倍数へと価値の次元が縮小していったというわけですで。このプロセスの中で環境を破壊し、我々の社会を破壊しました。私の議論は、今回のシンポジウムにおいての私の議論というのは、非ヨーロッパ文化というものが自らの価値とそれからアイデンティティを再発見する。 そしてその思考の次元というものをもう一度高める必要があるというものですまた実際に自身の価値観に対するその自信というものを高めていく必要があると考えています、まあ、これはアイデンティティの対立の顕在化にもつながるかもしれませんまた 経済だとかそれから独立した制度を構築していく必要があります非ヨーロッパああ非西洋社会化ですねそしてその西洋の植民地化的なその価値観を捨て去る必要があります例えば文明化だとかそれから GDP だとかグローバル化だとかそういったものの価値観というのを捨て去る必要がありますでもその ICT 革命というものが世界を さらにその西洋の価値観にまとめる方向に今世の中を動かしているわけです。そこでマインドの脱植民地化というものをここでは提唱したいと思います。経済そして政治的な考えの脱植民地化だけではなくて、 その心、マインドの脱植民地化、これが必要になると思っています。まあこれは例えば考え方、言語だとか、こういった非西洋的なものを取り戻すということです。でこれはそもそも何が西洋的で、何が元々の自分たちの 持っていたものなのかということを分けるのは難しいということはあるかもしれません。ですが、なかなかそ,のそ,のそういった形で先住民のもともとの考え方というものを区別するのがまあ難しい状況ではあります。そしてまた概念的なレバレッジポイントが認識されていないというところは問題になります。<laughs> その固定のポイントでもって物事を動かす概念を動かすとそ,れが認識その場所が認識されてないわけですそれからまた学ぶことはアンラーニング学んだことをせざる方がより難しいと持続可能な世界において思考というものを解放する必要があります自由にする必要があります そして世界の文化、生物多様性を再構築する必要があります。また、非経済的な価値観を再統合していく必要があります。それ以外にも、質的な側面への注意です。西洋というのは、定量的な側面、何かその測定できるものばかりが重要視されてまいりました。そうではなくてより 質的なものに目を向けるとということですで自然ですけれども自然の大植民地化これはもちろん経済と政治の影響を受けるわけです我々の視点を変える必要があります自然に対しますその自然観を変える必要があるわけですこれは主体客体,体の考え方を変える必要があるわけですそしてそのユーロアメリカ時代の前の概念を復活させると 現存する歴史的なルーツ、まあ、これはレバレッジポイントとなり得るわけです、そして関係性の視点に戻るということ、また自然観の次元性を高めるということ、それからその複雑性というのを理解するということ、そして今回のシンポジウムでもありましたように、自然,自然に耳を傾けるということの重要性、まあ、こういったものを再度、ここで強調したいと思います。 そして多元的でオーープンなカテゴリーを再強調するということですこういった意味においては数年前に発表されました論文があるんですけれどもジェリアン・テッドが、えー、こ,れこの方はファイナンシャル・タイムズのチーフエレターでもあるんですがこの方がそのビジネス的な視点からアンソロビジョンということを提唱していらっしゃいます。 これは英語というのは、その言語に関しましてもそうなんですけれども、英語というのは、その植民,地植民者の言語でもあるということですから、それぞれの言語の認識、そしてその重要性の認識が重要になるということです。複雑な言語というものを再度作り直すということです。 これは日本語に関しましままてもそそうだと思います。その英語の翻,翻訳ではない、そもそもの,その言語というものを再回復するということ、それから東アジアの視点はこのような時代において大きな役割を持っているということです。花村さんからもそういった話はあったと思います。で対立。 そのポジティブネガティブの対立というのを避ける,の避けるということです。A と NonA というのはこれは同じものの側面であるという考えに立つということです。また部分的な理解だとか曖昧さそれから複雑さ、まあ、そのような場所を 確保すするとということです単にその信号と雑存だけではなく真実と虚偽というそういった考えではなくて部分的な理解曖昧さ複雑さというものを認めるということそして西洋科学の断片化を回避するということまた関係に戻るということですそして西洋の文化というのはそのシステム的なアプローチとして その直接的ではないような制御、まあ、というのは直線的な考えをしますけれどもそうではなく複雑,複雑系で理解するようなアプローチが必要であるということそしてまたリスクと不確実性のためのスペースを設けるということ。 そしてまた安定よりも変化というのが当たり前なのだというような東,東アジア的な視点を取り入れるということそして現在というのは過去から未来への崩壊と統合を含むダイナミックなプロセスの複合体であるとそのような東アジアの視点というのを取り戻すということです。で西洋においては 科学者になるためには何かを証明する必要があったわけですまあ、それは17世紀からそのような状況というのがありましたそういった物事を証明しなければ科学者ではないというような考え方は変える必要があります。 そして次に日本というのは特別であるということでお話をしたいと思います。まあ、今回のシンポジウムも素晴らしいものであったと思いますし今お話をした側面において日本というのは特別だと思っています。まず長期的な視点というものを 日本人は持っていいいるとううふうに思います自然に対する長期的な視点というものが維持されていると思います。また、自然に対します西洋の単純化されました見方は持っていないということ、自然というのは人間が共生するコミュニティであるということ、そしてまた小規模な地域農業生態系が日本にはまだまだたくさん残っているというところもあると思います。 それからあと23点申し上げたい、まあ、今回のシンポジウムから伺ったことでもありますけれどもこのガーデンというのは、えー、ナラティブであってそしてイマジナリであるということそして、えー、イマジナリとしてのその庭園そしてまた 日本の考え方には変化こそが永遠のものだというような考え方があると思いますで、これは伊勢において例えば2013年の伊勢での,そのまさにそういったものを観察だしましたけれどもそういった考えが残っているということそれからまた えーえー、アリストテレスは何かを客体化すると、えー、いうことが中心になりますが日本の場合は実際にその技の話もありましたがその学,学んでやって、えー というお話があったと思います。まあ、その技という点に関しましては、また他の方から詳しく伺いたいと思っています。それから安倍さんがおっしゃったように、個人よりもコミュニティが重要であるというようなこと、またそのコミュニティというのは人、植物、動物のためのコミュニティである、人間のためのだけのコミュニティではないというような考えが日本にはあるということ、それからまたコミュニティは多元的であるということ。 そしてまた交渉可能であるという物事は交渉可能であるということと従ってそのコミュニティの奇跡というのは柔軟であるということとこの点に関しましてはモアさんが柔道の話をされましたけれどもそれも参考になりましたそれからもう一つ私にとりました大変重要なのは日本というのはあまりそのゴール中心的ではないということ西洋の場合は その進歩とというところが重要になる進歩が自由になるわけですけれども必ずしも日本の場合はその目標に向けてその目標指向性ではないということですではその持続可能性の問題に関しまして日本が果たせる役割は何かということですけれどもまず世界全体を西洋の価値観から解放する必要がありますそこでは日本が果たせる役割はあると考えています大変ユニークな役割を持っていると思います 実際にその役割というのは本当に重要な役割になり得ると思っています。なので皆さん、ぜひ皆様の,その日本の素敵な視点というものを世界に広めてもらいたいと思います。そして強く今現在の西洋の視点に対しまして、えー、日本の視点というものを展開してもらいたいと思います。また、日本はこの過去、 150年ぐらいにわたりまして資本主義だとかそういった西洋の価値観を取り入れては言いますけれどもそうは言いましてもその日本的な価値観というものが今でも残っているということでその西洋と東洋の両方に独自の関係を持っていると思います。ししたがっててててそののユニークな立場をを利用して持続可能性に向けての道を切り開いて いただきたいと思います。しま、それがま,まさにリーンの未来,未来だと思っています。まあ、今回のシンポジウムでは、そのリーンの未来の未来が見えたというふうに思います。おっしゃったように、まさに刷新であって新しい始まりだと思います。 ということでまあ、対応で特別な自然の見方そして社会環境の持続可能性に関しましてその日本の視点というのは大変重要な役割を持っていると思いますということで何分ぐらい話をしたのかわかりませんけれどもおそらくたくさん話話をしてしまったんだと思いますでもありがとうございました今後の世界ペット園ンドの環境問題そして今ウクライナで行われていることこういったことも考えると本当に デッドドエンドだと、まあ、それがあーユーロアメリカン的な考え方に起源している。それを最初の方では丁寧に説明していただいて、そして心と自然の脱植民地化が必要だということをおっしゃられた。その中で我々、えー、日本あるいは日本人が果たせる役割があるだろうとおっしゃってくださいました。もちろんあ我々地球圏としても。 このデッドエンドをこれを何とかしなければと一緒に本当に思っておりますその中で一つ皆さんにお伝えしておきたいのはもちろん我々日本がということもありますけどやっぱり一緒に考えていきたいなということですあの 日本人のユニーク性、日本のユニーク性を今、サンデナさんが指摘してくださいました、それを認めて、我々に示してくださった人たち、サンデナさん、オギュスタン、そしてイラン、そしてフレデリック、まあ、そういったあ今あ、思い出す限り、そういった名前を挙げましたけど、そういった方々と一緒にこれからあ一緒に考えていきたいなと、そのように思っています。 あまり視界が長くしゃべってはいけないんでしょうけど、一つだけ新しい言葉を、まあ、日本人の会話の特徴だということなんですけど、ダイアログという言葉があります。それに対して日本人の考え方、あ話し方っていうのは、シ、え、ン、ー、ローグと言える、つまり共に話す。ダイアログというのは意見と意見をぶつけ合う側面があります。そうでななくて一緒に話しながら 一つのものを作り上げていく。これがまあ日本人の会話の特徴だということで、新ログまあ、あえて英語で、えー、英語に訳するとそういった言い方になると思います。<Okay. S 1> 日本語だと共和という言い方をします。この場こそが新ーグ共和の場だと、そのように思っております。すみません、長くしゃべってしまいました。さあ、あどなたからでもいいんですが、あ山毛さん、サンデーさんの話を聞いて、 山上さんが普段言ってることとかなり重なるところがあるかと思いますけれどもこれからどうするんだと。うんあのサンデルさんがあの人間の歴史をあのかなりこう時間的にスケール大きくあの解説していただきましてで僕は実はその歴史の前を研究している人間なんですね。あのまあ、人間以前の 文化や社会と言いますかねあるいは現代人以前といいますかねそういうところを研究していてまああの今サンデルさんが言ったようにあの人間あるいは社会というものを歴史以前の状態まで遡って我々はどこで間違ったのかということを検証しなければならない時代だと思います。そういうい意味であの、まあ、今回の あのシンポジウムはあの、まあ、私はまあ霊長連絡だしそれからフレデリックさんも霊長連絡やってた人ですよねだからまあそして庭というですね、えー、人間と人間以外のものを含んだ植物も岩もですね自然とあの対話をするそういう場を設定して討論したっていうのはなかなか面白かったと思います。であの 一つ、サンデルさんのその問いの中にあった技ですね、あのフレデリックさん、それから今日はモローさんがお話をしました。これについてちょっとエピソードを紹介しますね。これはね、あのモローさんはあの先生が教えてくれないって言ってましたね。で、あのレイチョル学者、チンパンジーの学者のねあのフランス・ドゥワールという人がいるんですよ。で彼が エイプ寿司マスターという本を書きました。それはね日本に来た時に寿司屋に行ってで寿司屋の職人がこう寿司を握るその手つきを見て質問したんですねあれはどうやって習うんだとそしたらあれは絶対に教えないそうです。あの寿司の見習い職人というのはあの決して握らせてもらえない。2年間ぐらい全く寿司を握らせてもらえずに。 下働きをしながら、親方の握っている手先を見ているそうです。でも、それをずっと眺めながらね。あの、だんだんと身体が握れるようになっていくんですよ。そして、2年後、親方が弟子に、おい、いお前、握ってみろって言った時に、きちんともう握れるようになってる。そういう、その訓練の仕方、学びの仕方があるんだということを知ってですね。 フランス・ドバールさんはそれをモチベーショナル・オブサベーショナル・ラーニングっていう言葉で呼んだんですね。で、あの、実はね、これは人間の特徴でもあるんですよ。よくね、に日本語で猿真似って言うんですけど、猿は真似られません。コピーできるのは人間だけなんです。あの、人のやってることをこう真似るっていう、身体で真似るってことは、 さらにもチンパンジーもゴリラにもできませんこれは人間だけなんですねだから人間は言葉以前にいろんな、まあ、動物だけじゃないですよね人間は岩にだってなれるし川の流れのようにもなれるわけですねでそういうその身体能力をあのどっかの時点で身につけたんですねだからまさにその人間は身体を変えずにいろんな環境へあの進出できるようになったんだと思うんです これってねすごく重要なことだと思っていてあの今日ね「ードはリズムだ」って茂呂さんおっしゃったんですよでねあの実は日本にねあの山崎正和さんという劇作家の人がいてで彼が彼はあの1年半前に亡くなったんですけど彼は2003年に「ホモ・ソシアビリス」という本を書いたその時に 文化はリズムそのものであるって言ってるんですね。でだから、その文化っていうのを拡張解釈すると、その身体のリズムによってできているとあの解釈できるかもしれません。そうするとね、それは動物いや植物にまで拡張できるんですよ。でね、実はね、私実験やったことがあって、あのモンキーセンターってところに勤めてたときにね、 チンパンジーの子供とオランウータンの子供を遊ばしたんですよ。遊べないんです。チンパンジーは追いかけっこしたい。オランウータンの子はしっかり捕まっていたい。全然リズムが合わないんですよ。だから彼らは身体のリズムを合わせて遊ぶことができません。しかし人間はね、いろんな動物たちと遊ぶ身体のフレクシビリティを持ってるんですね。これがまあ,あの言ってしまう人間の文化なんですけれども。 人間はどこかでそういうフレクシビリティを持つことによってさまざまな文化を開花させたんです。つまりバリエーションを作った。オオカミはどこ行ってもオオカミなんですよ。ゴリラはどこ行ってもゴリラなんですよ。身体性というのは多少は違うけれどもそんなに変われない。しかし人間は身体性から変わっていったんですよ。だからあの世界各地の文化というのは身体文化が大きく違います。 そういうことをもう一度復活させないといけないんではないかって気がしました。最後に、あの、サンデルさんがね、あの、まあ、なんていうんですかね、えっと、ラングエッジっていう話を言いました。あの、言葉というのは重要だ。言葉は文化を表すんですよ。言葉はリズムを表すんですよ。文化はリズムですから。そう考えると、言葉というのは実は身体そのものなんですね。そういうふうに、我々は意識しながら、あの、 まあ、なていうんですかね。あの、自然と付き合っていく。道を探った方がいいんじゃないかと思いました。どうもありがとうございました。山田さん、ありがとうございました。文化はリズムだ。まあ、身体性もそこにはあると。逆にちょっと質問したくなったのは。今、人っていうのは、その柔軟性で、いろんな文化をいろんな。まあ、風土の中で築き上げてきた。 でいろんな文化があるわけです、ね、さあそのそれぞれがリズムを持っている中でまあ今日は、まあ、サンデラさん、まあ、ヨーロッパの人とまた違ったリズムを持っているその中でどう例えば一緒に遊べるのか踊れるのか違ったリズムを持つものこれがすごく重要になってくると思うんですけどそれなんかコツみたいなそれこそ技かもしれない。いや人間はねどんな動物とも遊べるんですよ。 うん、そういう能力を身体性を持ってますだから文化はつながれるそういうふうに私は楽観で考えれますしかし動物はたとえゴリラでも人間のようにはなれないんですよ人間の姿をま真似てみるとゴリラに至って真似られませんしかし人間はゴリラを真似られるんですよそこがね大きな違いですそれはね言葉以前にできた人間の能力だと思いますねありがとうございました OK そしたらあ最初の方で やっぱ技ということこれどうでしょうかあー、まあ、フレデリックもヨハンも技という言葉を使ったこれ単に技術ではないというところでそこには感性も含まれていく長谷川さんにお聞きしようと思っているんですけど美術の世界芸術の世界ではこういった考え技という言葉が、まあ、どのように表彰されているのか、まあ、それは 芸術の中では取り入れているんではないだろうか、むしろそれが強調されているような感じもします。まず長谷川さんにお聞きして、そして京都聖果大学というアート志向、デザイン志向の強い大学の学長である佐藤子さんに同じ質問をしようと思います。まず長谷川さんの方からお願いします。はい、あの今ののののの先生のご質問とといいいううううが技はど意味の あのアルスなのかテクネなのかあのそこら辺がどういうふうに考えればいいのかっていうところなんですけれどもあの実際にあの私が、まあ、あの今、えっと、あの山際先生のお話を聞いてあの、まあ、ちょっと猿は真似人間の真似ができないとおっしゃったんですがあの私が昨日お見せしたあの居酒屋の福ちゃんは。 ちゃんと人間の救治さんの真似をしていたので、それはちょっと一応、私としてはあのビデオをちゃんと見ていただきたいと思います。本当に普通の女の子のように振る舞うので、あの服を着て、くちゃんの後ろ姿を見てると、本当に女の人みたいに見えるんですよ。一応そのことは言っておきます。はい。で、それで、あの、すいません、技っていうことなんですけれども、あの私はいつもその音楽とか踊りというのを見たときに、 あのそれは身体的なリズムとかあの、まあ、リズムに関わることなのでよりその音楽というのはあのいつも私たち美術のキュレーターをやっていると羨ましいと思うんですね。音楽が世界中に流布して共有されるスピードってものすごいんですよ。非常に簡単にそしてダンスもヒップホップとか、まあ、日本舞踊はかなりハードルが高いんですけれどもあのクラシックバレエとかかなりあの早く普及するつまり共通理解されるんですね身体的に。 だかそでもその視覚芸術というのが一番ハードルが高いんです。でそれはよりローカルのカルチャーとか言語とかそこにまつわる記憶とかをあの深くまあ関わらせているがゆえに非常にそのある意味で情報的な記号的な原世的なもので記憶場所の記憶に結びついたものがビジュアルアートにはつながっています。 だから、ビジュアルアートというのが一番伝えにくい。ただ、日本の例えば芸術をあのアフリカの人に伝えたい。で、じゃあ、ラテンアメリカの人に伝えたい。その時に、やっぱり私は非常に高いハードルを今まであの感じてきました。で、あのそこで、まあ、技というのがどういうものかというのは、2つの種類があると思うんですね。 そういうふうにあのグローバルな垣根を越えてその伝えることのできる技のレベルとそれからその非常にまあ局所的なあのローカルの技を本当にその、まあ、洗練させて磨くでそれを結晶化していくでそれがある意味で一定のレベルに達するがゆえに到達して他者にも理解できるように共有できるようになるという、まあ、多分2つの技がある。つまり非常にコミュニケーションを あの豊かにしていく伝える技とそれからまあ,ある意味であの私たちの見えないものを形を与えていくトランスフォーメーションとして解釈できる技でもう一つはやはり非常にローカルの逆に言うとなかなか共有できないランゲージということを、まあ、本当にその突き詰めていける技と3つあると思いますだから単純にその技ということであの一つのこととしては語れないと私は思っています、うん はい、ありがとうございましたそしたら佐古さ,さんは、まあ、フレデリックとも一緒に、えー、仕事をしてたりしてます、まあ。技ということ、今、長谷川さんは3つ類別されましたけど、清、ま、華、あ、大学、あるいはフレデリックとの共同作業の中で技というのをどう捉えているのかさ、さらにそれをどうこれから生かしていけるのか、そういったことをぜひ話していただければと思います。 はい、なんかいつもハードル高いですね。<laughs> あの、そうですねあの、フレデリックさんたちの出版された技という本にも、私も、えー、書かせていただいております。えーまあ、私は書いた絵のはですね、あの、まあ、こう、伝統的なこう技術とか、あるいはノウハウですね、技術というかどうか分からないけど、ノウハウの、まあ、こう、伝習伝達の仕方ですよね。 で実は数年前にあのフランスの学生がうちの大学に来て日本人の芸術の学び方をずっと2年間実地調査をしたんですよね。で非常にこう職人的だというふうに結論から言うとそういうふうに言いましてあのどっちかというとやっぱりそのヨーロッパでなんか一旦説明をして頭で理解させてでその後なんかこうテクニックを教えていくんだけど あの先の出資職人と同じようにあの芸術系の先生ってとにかく先生が偉いとで先生はなんかいろんな作品をこれまで作っていてで学校ではそんなに教えないんですよねで。先生の下にアシスタントの下にさらにアシスタントがいて、えー、基礎的なことを教えるけど、まあ、招くというとにかくこう練習を重なれば出てくると。 でそこで出てくる作品って、私もなんかよくあのこれって、アートなのか、アーティファクトなのかっていうところは結構、質問があるんですよね。まあ、一種の当然人間の表現的なものでもあるんですが、ただそこにどのぐらいこうクリエイティビティがあるかっていうところなんですよね。で、実は、あの今日の話をこう考えていくと、あのもしかしたらヨーロッパの文化の発展の過程で、あのアーティファクトじゃなくて、早くにクリエイティビティの方に持っていってしまったんじゃないかと思うんですよね。 あ,のある意味でこう人間の外に、えー、物事を理論化してである意味でこここにそこに説明がつくようにロジカルに持っていったっていうところが強いんじゃないかなと思うんですよねだからどっちらかというとその日本がまだアートシンキングのところにあるとど,どっちらかというともう少しこうあのど着的で自然な,なんかこうあの身体で物を覚えていくというところが難しいんですよねちょっと自分個人の あの経験だけで言うとですね、私はやっぱりあの、日本に来て一番やっぱり苦労したのが、日本語の勉強なんですよねあの。ロジカルに説明できないんですよ。で、身体化すればできるんですよね。で、いわゆる日本人の真似をして、何言ってるか分かんないんだけど、まあ、さんまさんが笑えば自分が笑うと。で、なんかそういうふうに、私、かなりあの漫才とか、そこら辺から入ったんですよね。 分かんんないんですよ何言ってでもまあ何でお笑い転がってるのかは全く理解できないけどまあ何か通じたんですよね。だから多分日本の文化とかもしかしたらこれから我々と自然の関係というのは共感というのが重要なんですよね。まあ誰かが共感とかレゾノンスの話もしたんですけど多分それが大きくてで実はヨーロッパは最初はそうではなくていかに物事にあの論理的な説明がつくんだという。 でちょっとごめんなさい、あの話を少し長くすると、あの一番面白かったのがその、まあ、皆さんもご存知のように、モーマーで,です、ね、初めてあの建築家なしの建築の展示が行われたわけですよね。で、その時にバナキラーの建築が展示されたわけですよ。で、あのいかに、いわゆるそのアフリカとかですね、なところで、実は建築家ではない人がすごい建築を作っていると。 でその時に日本も衝撃を受けて、まあ、日本のある先生が、まあ、今でもあの、えーまあ、存在している先生なんですが、まあえー、東大の学生たちを連れてですね、大規模なこうあの集落調査出たわけですよ。あのアフリカとか、ね、あのその中南米とか。で、その時にその先生は求めていったのが、いや、この建築家なしの建築家の裏に法則性があるんじゃないかと。あのアングルは多分太陽がこう来てこうと、全然そろそろ考えてないんですよ、そういうものを。 で非常にこう、ある意味で、なんやろう、う自然のものに対して、必ず法則性があるという,こう信じ込む文化というのがヨーロッパの文化かなと思ったんですよね。だからまあ、私は前,あの前回話したときに、私たちは自然をリスペクトするというのは、なんかそこまで自然にこう関わって、壊して、なんかもう説明しようとしない。だからそこらへんのこう素直に受け入れていくっていうところは、すごい重要だと思うんですね。 であとはちょっとサンダーさんのところで私がすごい指摘を今日したかったのが、まあ、ヨーロッパ,あの、まあ、ヨーロッパアメリカの、まあえー、文化の中心主義的な話をずっとなされていてなんかねその前にアラブが結構支配力を持ってたんですよねでもなぜアラブの支配力が、えー、ダメだったのかとでそれはヨーロッパとは何が違ってたんだとでそこら辺のなんかこう考え方というのもこれから多分そのあの世界をつくっていく なっていく時に重要だと思うんですよねアラブのもあったし、中国もあったし、モンゴルのいろんなところあって、だからヨーロッパ以前に実は結構チャレンジいっぱいあったわけですよね。で、まあ多分日本はあのその流れの一つに、ね、入ってるかもしれないけど、まあこれから日本があの本当に世界を救っていく中で、日本は私はあ,のある意味で、これもあのまた日本に悪口かもしれないけど、なんかね、あの、こうあれですね、ポリシーがないから、 柔軟性があるかなと思うんですよね。いや、な何でも受け入れていくという。いや、なんか私はすごい感動したのが、まあ私自分で、ね、もう本の中で書いたんですけど、無宗教の宗教ですよね。で宗教持てませんというのがもう宗教なんですよ。だからそういうある意味で日本が持っているその物事を受け入れていくっていう姿勢が、もしかしたらそれが本当に我々人間がこれからやっていかなきゃいけないことなんじゃないかなと。だから自然を受け入れて、 でも、なんかあの庭を作ってるけど、でも自然触ってませんとかって言いながらね、で例えば小川さんの話が出てきて、あの、アンセスターとこう対話してるって思うんだけど、私は実はあの20年以上、もっとあの小川さんとお付き合いしてるんですよね。一緒に旅行したり、庭も作ったり、それをやったんですけど、でもさ、あの、小川さんは結構アンセスター選んでるなと思ったんですよね。第7代の方がいいとか、第何代かよくないとか、何言ってんねんっていうのがあるんですよね。だからすごい あの日本の逃げ方の文化っていうのはもしかしたら今まで人間が逃げようとしないっていうところをこうあの対立しようとする自然にしても物事にしてもそれは対立するっていうのは支配をしようとするというものが多分ユーロサントリストだと思うんですけどでもそれとは別に受け入れて こう柔らかくわっていくというあの日本の曖昧性というのがこれから世界を救うんじゃないかなというふうに私は思っているのである意味でその曖昧の文化の特徴は今後語っていきたいなというふうに思っています。以上です一言だけあの追加していいかな今のねあの佐古さんの話にも出てきたんだけど技を受け継ぐ人っていうのはね日本ではあの要するに自分の名前出さないんですよ。 だから、能でも歌舞伎でもね、家の名前なんですね。であの相撲でもそうでしょ。で小川千平、第7代目、第5代目とかいう。だから、その個人というものが浮き出てこない。それがね、あの技の受け継ぎ方なんですよね。だから、それを、例えば、佐古さんから見れば、石金逃れみたいに見えるかもしれない。けれど、なんていうのかな、その。 仙台から受け継いだものをそのままやるんではなくて、仙台の技量を乗り越えて違うものをやる。だけど、それは仙台から受け継がれたものの上に築いたものであるからその、その家の伝統であるっていうような、そのそういう考えなんだと思うんですよね。自分という 個人としての名前を出さないっていうそういう考え方があるような気がするね。はいどうぞどうぞ。はいあの私はあのまああの京元の野村万歳さんと一緒にお仕事がしたしたことがあるんですけど、万歳さんは3歳からあのずっとまあご自分で舞台を踏んでやってらしてでその時にまあ、お父さんのそのありとあらゆるデータをあのエンコードされるっていう。 自分が本当にマシーンのような、まあそういう存在であるというふうにずっと思ってらしたというところがあったと思います。それは大変過酷な3歳の子供から、3歳からやるわけですから。で、あの本って一切ないんですよ。自分でお,とおとなさるのを見て、自分でノートを、寄付を作って、自分で寄付を作るんですね。で、その寄付を何度も自分一人でなさるんです。まあそういうやり方をやってらして、で、私は今、あの山際さんの、まあ、おっしゃったことから、 あの思ったことはつまりサイさんの身体はその前のそのあの,その前の、まあ、お父様の身体とは違う身体なんですね。だからその身体の中でそのプログラムが展開し続けることによってその身体性の違いによって次が現れる。つまり新しい次の進化というか別のものが現れるんです。だからもちろん新作で あの自分で狂言を作られますけれどもそれは彼の身体から発案されたことなのであってもちろんあの今までの演目を普遍しているわけなんですけれどもその唯一の身体から出てきた新しいあの狂言というのが生まれていく、まあ、そういうふうにしてあのおそらくあのどんどん新しい少しずつ新しいものが継承されていくのではないかと思いましただからあのそういう意味であの、まあ、欧米のそのロジック でそのロジックをまあある意味であのまあ弁証法的にあの演繹的にやっていくのではなくて本当にその身体の積み重ねによってそれがあのインプルーブしていくっていうプロセスなのかなと思いましたはいはいありがとうございますサンドラさんあのまあサコさんっていうのはまあ、うん、誰よりも日本人らしいと言ったら怒るかもしれないけど。<laughs> まあ誰よりも日本のことを知ってる人,人だなと思いますけどどうですかこういう話を聞いててで、まあ、一つ宿題というのはあのアラブのこと日本語でいくと東洋と西洋に対して中洋という言い方をしますつまり東洋と西洋だけでなくてアラブという世界もやはり独自の価値観を持った世界だとまあ あんまり馴染みのない言葉ではありますけど、そういった言い方もする。まあ、あ佐久さんから質問という形でもお出されてましたし、それにお答えいただいた上で、先ほど続けていたこのお三方の会話を聞いて、どんなことを思ったのか、感想などお聞かせいただければと思います。サンダルさん、よろしく。Okay、thank you. あありりががとうございいまますすすくつかのコメントがありますリズムに関してです人間は複数のリズムがあるというのは事実だと思います。そしてお互いに関連し、そして変化し、そしてオープンになり、そしていろいろな文化の一部になることができます。そしてさまざまな動物や植物との関係性を築くことができます。従いまして 気づかななけければいけないのは私自身も日本で経験したことの重要な体験ですけれども、プライバシー、コミュニティのプライバシー、あるいは個人のプライバシーに関してです。コミュニティでは常にいろんな形のリズムがあります。そしてそのリズムの多変性というのが、 ああい,ろいろな考え方を可能にしててくれてるんだと思いますで次にアラブの世界に関してでありますけれども私も中東で暮らしたことがありますしかしながら本当の意味でアラブの考え方を研究したことはありませんというのは、えー、そのアラビア語を十分理解することができないので、えー、十分な研究ができないという状況に 状況です14世紀から始めましたなぜかと言いますとその疫病のショックによってこれはアラブの世界でもまた西洋の世界でも起こった疫病でありますけれどもこのショックによって自然の循環という考え方 から先継的な自然観というものへと転換しましたで、これが基本的なイベントだというふうにその人間史の中で基本的なイベントだというふうに思いますそう、それが故に現代の欧米の考え方が発達したのだというふうに考えています日本と世界を考えた場合日本が その進展したというそして特定のアイデアを持っているということに焦点を当てているということを知られては困るのかということですけれどもこれはもし日本人が持っていないのであればこれは日本人のエッセンスだと思います。これをいろいろな社会に教えること日本のこの 特徴というのを世界各地の人々に教えるということが大きな前進になるというふうに思います皆さんの異なったまた複雑な概念をか伺って非常に大きな刺激を受けましたけれども日本で1年間暮らしましたけれども一生日本で過ごせなければ やはり日本を十分に理解をすることはできないというふうふに思います。一年だけでの日本の滞在では十分に私は理解することができなかったのかもしれません。ありがとうございます。またぜひ日本に来てください。多くの手が上がっていますね。そしたら日本に住んでいるイワンさんから行きましょうか。はい、ありがとうございます。 ちょっとした冗談です。里山から里山に移った方がいいんじゃないでしょうか。技に関してですけれども。えーま、すみさんに、えー 自然の方について尋ねたときに回答してくれた内容を思い出します。彼が私に回答してくれたのはノン・シングス、耕さない、整理しない、悪い種はいないというないないの考え方です。 ギリシャ語でそういった理論、ア,ペファアパファティック・ロジックというふうに言っています。神に対してもそうです。中世の神もそうです。神は何であるかということは言えないけれども、神はこうではないということは言えます。自然の方は何であるかということを教えることはできませんけれども、 何が間違っているかということは教えることができます。そうすることによって、サンダーさんがおっしゃったように、フォーカスに関してですけれども、フォーカスはできる、見,る見,見なくてもフォーカスはできるという考え方があります。フォーカスせずしてフォーカスできます。 これは武道、柔道でもそうです。すべての武道において言えることだと思います。フォーカスなくしてフォーカスできるということ。日本語のどの言葉からあその訳したのかわかりませんけれども。ん そのアーチェリーにおいてもしかしです。弓、えー、道においてもしっかりです。フォーカスなくしてフォーカスをする、えー。周りを忘れてはいけない。周囲を忘れてはいけない。未流が重要だということです。 技に関しては私、この論文で述べています。技は、日本の陶芸家も、それは技ではないと、土だと、火だと、私の道具がこの陶芸を作ってくれているんだと、風土がこれを生み出してくれているんだというふうに陶芸家はおっしゃいます。 自分の技であるとはおっしゃいません。ですから、作り手が時間をかけて、未流を変換させるのです。作り手がいる未流を変換させるのです。技は近代のお考え方の,その技能ではありません。 関係性にあるんです火。火には木が必要で、そして火を起こすものが必要で、空気も必要で、こういった条件が整って初めて火が燃えるわけです。技も同じだというふうに思います。いろいろな条件が相まって、未流も含めて、未流。 いいうものががあってて技技生ままれる技を持つ人はミリューに暮らしています例えばアトリエだとか行きますとまさにその陶芸家のそのミリューそのフードというのがわかると思いますけれどもそこ,そこの場所に行けばそれは感じると思いますそれから大工さんの話もしましたけれども。 実際にその道具を持った大工さんの手を見ることで、まあ、そこに技があるというものを感じるわけで、それを見るというのは本当に美しい体験です。今の陶芸家の例は、フレデリックが和紙で説明してくれた技というのとすごく同じというか重なっていると思う。えー、っと、本田さんが手をずっと上げてて、その後えー、っと、イラン。 そしてまた3人の方にさらに質問をしていこうと思います。まず、本田さん、短くお願いします。はい、わかりました。あの、uh, I have question for。質問があります。サンダース先生に質問があります。で、またその他の方にも会話に参加いただきたいんですけれども、先ほどお話しされました、その自然の、えー 脱植民地化という話はされましたそこでそのグローバルサースはどこに入ってくるんでしょうか東,東洋とそれから西洋のお話だとかまたそのプラネットアースというのは西洋というだけではなくて南半球もの視点というのも必要なわけですよねで、確かその13回目のそのシンポジウムにおいてまあ同じような グローバルサウスをその会話に含めるべきだという話をしてらっしゃったと思いますけれども、はい、あのいくつかお話をしたいと思います。どうして 今回は東アジアに焦点を絞った話をしたのかというのはまず南側で何が起こっているのかあまり知らないからです。南半球に関してどういったことが起こっているのか十分知らないからですで。今回のシンポジウムはまたその日本とその西洋というそういった関係性で行われ,行われていたのでまあ東アジアの話をいたしました。ですけれどももちろん南半球の文化というのは同じことをやらないといけないと思っています。すなわち コンセプト今のその思想というものを脱植民地化しないといけないと思っています。彼らのその自然観を脱植民地化する必要があると思っています。まあ、今回のシンポジウムにおいてはその東洋と西洋の話しかできませんでしたけれども、まあ、それはあのあまりその南半球のことに関しましては知らない。 とということもありましそれからまた先ほどアラブの話もありましたが、えー、アラブもインドだとかそれから、えー、東南アジアのこともあまり知らないわけですねなので私が知っているよく詳しくわかっているところで今日はお話をしたということなんですでもいずれにしましてもそれぞれのカルチャーというのはそれぞれのそのテーマというのがありあってでそれを分解分解してその普遍性 またその欧米の文化というものが単の文化に対しまして押し付けてきた、その思想というものをですね、分解していく必要があると思います。もうけど、短くお願いします。したいこといっぱいあると思うけど短くお願いします。はい、簡単に申し上げたいと思います。まず皆さありがとうございます。サンダー先生、ありがとうございます。本当に素晴らしいお話でした。 まあ今日だけではありませんけれども、まあ、いつもその先生の話を聞いてですね、たくさんのことを学んでいます。それから、そのサンダースさんのコメントに関しまして、少しあのフォローアップしたい点があります。脱、そのマインドの脱植民地化というお話がありましたが、これは本当に重要なんですけれども、難しいと思うんです。ある意味、日本の視点から、 考えますすととリーンの視点をってももそうなんですけれどもじゃあ日本がですね、新しい方向性を見つける、新しいその脱植民地化の方向性を見つけることができると思うんですね。日本はそういった立場にあると思います。でそれを他の地域が採用すると、他の文化がそれを採用するということができると思うんです。でそれは少なくともアカデミックには、 複雑系適用システムのアプローチでサンダー先生がや,ってや,やられたことだというふうに思います。また概念としてあるその文化それからある文脈というのは批判的になるときにこれがどのように適用して、えー、実行されるのかと。これは 普遍的な制度ではなく、あらゆるその研究環境だとか研究所においてやっていることではないと思いますが、そのコンセプトとして、その包括的な視点を持って、そうした感覚として、物事がどのように統合され、そして、 その批判的なオブザーバーとなって見ておりますと、これは複雑適応系の思考とに通っているなというふうに思いますし、この視点というものはさらに。 探索をしてそしててそ活用すすべきだといいううふうに思いますはい、私もそのように思います。まあそういったコメントに感謝申し上げます。まあ2点ほど私からも一つあの強調したいのは、私が実際に学んできたのは、このような複雑的余計なアプローチというのを、バイオマーサーさんという方で、でこの方は、 中国だとか日本にも大変近い関係になる方ですで。この方はこの複雑系を使ってブリッジにしようと、その西洋と,西洋と東洋のです、ね、橋渡しに使おうと考えたわけです。特にこの複雑系というのは、過去は見ないということ、この過去とその現在の関係性ということで説明をしていますけれども、でもどちらかというと、 そのある時のアイディアのその輸出ということで語ってらっしゃいます。それは榊原先生のコメントでもありましたけれども、何かをその強制する世界に対しましてあるシステムを強制するのではなくてその逆であるということ。基本的には西洋の場合は。 我々の,そのビジョンというのは強制的に世界に押し付けてきたわけです。あるそのシステムにおいて押し付けてきた,たわけです。でもこれが健全ではないということなので、それを変える必要があるということです。さまざまな文化というものを再度解放する必要があるということです。まあ、その点に関しましては、たくさんの文献が出ています。その中でも、特にそそのテラ・アババの,その論文ですけれども、彼が言っているのは、その西洋においては、 すべてを還元して最もその単純なものに還元しているというふうに言っているわけです。これは11世紀からもそうだということですね。そしてその世界を支配できるというような幻想を抱いているということです。これを壊す必要がある。実際に我々は知っていることは少ないんだということを再度認識する必要があるということです。 全て分かっていて自分たちが人間がその世界をその支配できるんだとそういった考え方を壊していく必要があるということだと思います。ンラさんそしてイランさん、えー、とここでちょっと、まあ、我々地球圏林の数少ない外人であるダニエル・ナイルズ、彼から3人の方に質問をと思っておりますけど。 ータンフレデリックさんが手を挙げてずっと待ってらっしゃいますから、フレデリックさんに質問してもらいましょうか。大丈夫ですかはい、わかりました。大丈夫ですかはい。先ほどまたその技の話に戻るんですけれども、フレデリックさんもそういった質問があるのかもしれません。おそらくこれは。 あの佐古先生がおっしゃったように例えばその建築家のいない建築に関します展示会があったという話がありました。でこれはそのアーティストなしのアートの展示会というものに近いと思うんですが。 その技というのは何らかの,その工芸というよりも私から見てますと、その方法論としてその知識をどのように伝えるのかということだというふうに思います。長谷川さんがおっしゃったように本もないということ、何かその決まったやり方もない知識というのはその脳の中にこう流し込むようなものではなくてそれを操作するようなものでもないと、そうではなくて私の理解では技というのは。 そ,のそこに入っていって、それを理解して、自分自身で理解しないといけない、その中に入っていけないといけ,いけないと、そしてまたそのものが自分の中に入ってくるようにするということだと理解いたしました。したがって、その身体性というのが重要であるというふうに今理解いたしました。なので、これはその例えば工芸だとかクラフトだとかそういったことではなくて、方法理解の方法だとか。 それからそのもの、ものを理解して、そしてそのあるその場所で生きるということのあり方、そういったものがその技だとか、それから未リウにというところと関係するんだと思います。そして、さらに自分自身の言葉で理解をするとすれば、アニミズム。 アニミズム、その内部のエネルギーというところにも関係してくるというふうに思います。内部の存在、サンダー先生がおっしゃったように、そのマインドの脱植民化というお話をされましたけれども、その機械的な視点ではなくて、その内部での関係、アニミズム、それからエネルギー、それからパターン。 それから声、それから時空での時空を超えたトラベルだとか、それからまた山際先生もおっしゃったように、モニカさんもおっしゃってましたけれども、このようなえクロススピースのさまざまな手法をですね、こういった。 あ理解それからこのアニミズムのこのアプローチこういったものがその合理的な、まあ、論理的なそのマイ,マインドからその脱側面地化するときに、えー、必要になるのではないかなというふうに思ったんですけどもどうでしょうかえともう今。司会者として本当に、えー、あまり、えー 落ち <Yes. S 2> いてないんですけど3人の方をほったらかしにしておりましたけどい<や>さあサさんから言ってその後長谷川さん、うん、そして最後に山際さんにアニミズムについてですねはいあのーまあ、今日はあのもう一つ、まあ、ガーデンの話が出ていてあのー、ちょっとそのあの安倍さんがダイアログの話をしていていやそうではなくて今日はだとかっていうような あの話があったんですよねあの私はちょっと西洋の文化を見るときに非常にこうあの二項対立になりがちですよね。外とあの中がはっきりしているとかで、あるいは見えるものと見えないものがはっきりしているとか、なんかそういうことがすごいある意味でこう明確にするというのがもうこう西洋的なプロセスというのはちょっと思ったんですよね。でまあ、私特にマリーで あのドゴン族を見てもいろんな民族を見てもこうアニミズムの考え方というのはこれ明確にしないというところでしょうね。でこう外と中のつながりというのは無数のまた今度そこに空間があると。だから、えー、見えるものと見えないものの間もすごい無数のものがあると。でこれが直接つながってないということが非常に重要で多分我々人間がこれから社会を考えていくときに 何に物事が直接つながっているんじゃなくて、その間というものが今日は間の話は出たと思いますけど、この間というのはどう奥めつかというのは、実はどの文化にもあのデコラナライズングでいくと通じるんですよね。で、この間の捉え方というのはもう一度そこに立ち戻って、それと今のこうビリーフであるとか、だからそういうものをこうかけていくと、まあ、我々がもしかしたら自然を 別の形で見えるんじゃないかなというふうに私は思っています。あり,ありがとうございます。長谷川さん、どうですか昨日はメディウムという言葉も使われてたと思いますけど、つなげる、まあ、内も外もそれをつなげていくというのはすごく重要だと思いますけれども、あ芸術、まあ、キューレーターの立場から今のサクさんの話を聞いて。はい。あのー、まあ、アニミズムというのは、やはりあの、 今のいろいろ海外の,あのキュレーターとかもアニミズムの研究をしている人もただいますしやはりそこであの言ってるのはアニミズムをアップデートしなきゃいけないってことを私たちは結構言ってるんですねじゃあそのアップデートとはどういう意味なのかっていうことがなかなかあのここでは簡単に説明できる範囲ではないんですけれどもあの私たちが考えているのは やはりその、まあ、今咲子さんがおっしゃったようなあのそういう身体的なあるいは霊的な媒介的なあのアニミズムもあるんですけれどももうちょっと今の世界ってすごく複雑であのテクノロジーもネットワークも含めていろんなレベルのことがありそしてあの何よりもあの先ほどからまあ私たち私が皆さんの話を聞いて思うのは あのすごい技とかそういう日本のそういうことなんですすごいロマンティックな考え方を非常に持ってらっしゃるってすごく思っていて現状はやっぱりあのそこまでの技でやってる人たちっていうのはどんどんいなくなってしまっていてやっぱりその今耐え,耐える耐える直前になっているというところがあって継承してそれを新しくしていくことの努力をいかにみんながしているかっていうところ。 そこに対してやっぱり今回はそのあのあそういう浸るんじゃなくっていかにこのことを相対化してやっぱりその分析してあのそういう西洋的な考え方も入れつつというところが私は非常にこの議論で期待してたところだったんですね。であの非常にまあ日本の考え方をそのあのあ肯定してくださるのはいいんですけど私は結構そういうそのあのあの耐えゆく人たちのあのそういうまあ あのアルティンのの人たちも含めて真っ只中にいるのでで金沢にもやっぱりそういうそのあの実際の伝統的な漆ができる人ってもうあの木型を作れる人って本当にいなくて全部中国から輸入してるとかあの金箔職人ってちゃんとオールドあの伝統的な金箔職人できる人って一人しかいないんですよあの金沢で。だからちょっとそういうことも含めてその現実に対してキュレーターがまあどういうふうな 立場でいるのかってことはちょっともうちょっとリアリティを持って理解していただきたいなと私は思ったんですね。すいません。でアニミズムの話なんですけれども、あのじゃあアニミズムのアップデートってどういうことかっていうと、例えば日本ではあの工業用ロボットで。 あのそういう、まあ、使,用あの使っているロボットに対して名前を付けるってのは日本人だけだって話を聞いたんですけれどもそういう意味でそう,いうそういう私たちがネイチャーと考えるものではなくってあの全ての私たちの周りのものシステムそのものっていうのをやっぱりあのイントラクションではないんですけどその中に自分が入って中と外を分けるのではなくって自分の内的作用として全てを考えていくということは非常に大切なんではないかと思います。 その内的作用、イントロアクション、イントロ、インターアクションじゃなくて、イントロアクションとして考えることによって、これはカレン・バラッドから取ってるんですけれども、カレン・バラッドはボーアの考え方からあの、まあ、影響を受けてます。で、まあ、そういうふうにしてあの考えていくことによって、あのいろいろなことをあのもっと何か現代にアップデートした形で考えることができるのではないかと思います。ですので、あの私たちがいる渦中っていうのは、あのその森の中でも、 里山でもなく、メジャーの人たちはやっぱりその都会にいて、iPhone を見ていて、それで暮らしているわけですね。だかからやっっぱりそのリアリアティに向かって あの今の現状に対してどういうふうに考えていくのかっていうところのアニミズムのアップデートの考え方っていうのをさまざまな角度からやっぱりすべきではないかと考えています。私として最も有効なのはそのイントラクションという考え方っていうのが内的作用としてすべをつなげていくという考え方でそのためにはネットワークのシステムも知るでそして野の花のをどうやってそれ育ってるかも知ってる同時に私たちを取り囲むネットワークとかそういうそのまあさっきの言った放射能 例えば見えないものですね。で、そういうものとか、あるいは私たちの周りを取り囲むフェイクニュースのそのありようというものを、あの心理的なあの問題も含めて、あのちゃんと考えていくやり方というのは必要必要になるんじゃないかと思います。それに過去の記憶ということも、まああのえっとデリダがレベラント 再起するものと言ってますけれどもそういう形でゴーストという考え方についてあの過去をそういうふうに現在に召喚される非常に有機的なもの厳然的にされるものと考えることによって過去にできたことっていうのを全く今とは違った形で活用することができる私はそういうことの,あの一つのメディウム化物質化というのもある意味でのそのアニミズムのアップデートの一部だと考えています。 あすいません話がすごく長くなるのでちょっとこれでやめます、はい、いやいやもうみんないろいろ話したいことがあるだろうと思いますでも大事なこと本当にいつまでもいつまでも技とかこれはまあ確かに大切なことだけど刷新が必要だということです山城さん今ね長谷川さんが名付けって話をしてね1950年代に日本の霊長理学者が 日本猿にすべて名前を付けて、で、日本猿の社会を調べたって思い出しました。あの時ね、欧米からものすごいパッシングが来たんですね。動物に名前を付ける、そんな擬人化をして動物の,あのことを調べるっていうのはなもうとんでもないと言われて。しかし、まあ、10年、20年経つと、欧米の霊長類学者はみんな猿に名前を付け始めました。やっぱり我々が その動物の社会を理解するためには我々の言葉と我々の社会とのアナロジーで理解するしかないんですね。そうすると我々が向こうの社会あるいは向こうの行為というものにあの身体ごと入っていけるそういうその心理的な同一性というのはできるんですね。それをまあ私の師匠の河合正雄先生は共感法って呼んだんですけどね。 であのまあ、ちょっとそれから離れてねそのリニューアルっていう刷新という話を、まあ、安倍さんが今してましたでさっきあのサンデルさんがあのインフォメーションデコロナイゼーションそれが、まあ、最終的に我々を襲ってるって言ってましたよねでこれが1980年代に起こったその頃にあの私が思い出した一つの現象として サムムシシンングニューシンドロームってあるんですねこれはね、まさに今の技とは全く正反対で、どの世代にとっても新しいものが新しいものだ。それまでは技の世界ではね、年配の人はみんな知ってるわけですよ。しかし、新しく生まれたもの、若い世代はまだ知らないことがある。まだ、その若い世代にとっては新しいことは、古い世代にとっては新しいことではなかったんですね。それが すべての世代にとって新しいことでなければ新しいとは言わないそれがサムセングニューシンドロームっていうんですよでそういうあのものがまさに情報とともに世界をさっしてしまっただから世代間の落差がなくなってしまったわけですつまり古い世代が新しい世代に教えることがなくなったんですねでそのおかげで、まあ、さらにインターネットが出てきて知識というのは世代から世代へ伝達するものではなくなった これはの頭の知識もそう,しそうですし身体の知識もそうです。まあ、あのやっとその今、長谷川さんが言ったように技の世界の中に残存しているに過ぎないんですよ。でもう一つね、私はそのスクラップアンドビルドっていう言葉がすごい嫌いなんです。でこれはねあの、都市で起こってることなんですよね。つまり工業製品に取り囲まれていたら工業製品というのは変わりませんから。 新しいものを作ろうと思うと、古いものを壊して、その上にさらに新しい機能を持ったものを入れ替えないといけないわけですね。ところが、自然というのは、そのままに安定した構造でいながら刷新していくんですよ。それが自然です。で私はあの、まあ、ジャングルの世界で、俺らと一緒に歩きながら、毎日毎日変わっているのに変わってないのはなぜだろうというふうに常に疑問に思ってました。で実はね 庭というものはケアが必要ですしかし今日茂呂さんが言ったしまあいろんな方があのまあ、うん、小川さんも言ってましたけどつまり岩が求めてくるんだとそこでつい手を入れたくなるそういう中でその自然との間の競争コ・クリエイトっていうのが庭なんじゃないかって思うんですね。でもちろんその、まあ、西洋の気化学的には,は あのもっと工業的なものかもしれません。西洋の哲学が幾何学から始まりましたからね。だけど、日本の庭は少なくとも自然との競争のような気がします。で、そこで起こっていることっていうのは、刷新を積み重ねながら、でも、そのある形、構造、そういうものは残り続けていくということなんですね。家屋もそうなんですよ。 例えば伊勢神宮というのは20年ごとに屋根を吹っ替えないといけません。これは刷新です。しかしその外見構造というのは変わらずに残っていくわけですよね。あの清水寺もそうです。ですからあの、うん、1200年の都、京都ではですねそういう木造建築がずっと残ってるわけですね。でもそれは12万年あ1200年前の,あの木造建築であるわけではなくていろいろそれに積み足しながらあの まあ残ってきてきるわけですねそういうつま,つまり自然の摂理というものに人間が寄り添いながら触媒となって作っているのが庭だろうとそこに人間と自然が寄り添えるあのケーキが潜んでいるんではないかだからこそ和哲郎はあのケーキだって言ったわけですよね。あのそれはまさにあのフードの 本質をついているというふうに思います。ですから、そこに我々が庭ということを一つのテーマとして、刷新ということを目指していくヒントが隠されているんじゃないかと思いました。ありがとうございます。もう時間になってしまったんですけど、まだ手を挙げている人がいている。どうでしょうか。えー、っと、いい、一人、一分だけ。Yes, yes. まず花村さんから、そしてフレデリック、いいストリーいスすみません。じゃあ1、1分ということですね。えっと、じゃあ、簡単に、えっとありますあの、なんか議論の中でちょっと抜けてるなと思うことがあって、それは何かというと、あの僕、ベルク先生からあの主体とは何かという問いをいただいたんですけども、結局、言い換えるとまあ自分とは何かということなんだと思うんですね。それは誰しもにとって最大の問題だと思うんですけど、 結局、進化の過程でどこかで自分が自分であるっていう自意識を持ってしまったことが、人間から、人間が自然から区別されたことだと思ってて、自分っていう考えを持つことがコントロールするものとコントロールされるものってことを二項対立で起こってると思うんですよね。でも、そこでの自分って一体何なのかっていう話があって、自分は確固たる存在ではないと思うんですよ。40兆個の細胞が集まって、一緒にこうやろうとしてるっていうだけで、我々の体の中には1 0兆個の腸内細菌がいて、ミトコンドリアが10%も体重にいて、 でそれは一緒にこうやってて別の生命が体内の中で生きてるっていう話それを一つの創造の三部として自分だっていうふうに認識をしてるっていうことだと思うんですよねで一方でその我々の体もずっと毎日変わっていってて刷新され続けてるのにそれに我々が気づいていないってことが非常に問題だと思っててだから自分の存在ってことをあのが刷新されてないっていうことではなく自分の存在自体をどうやってこう放棄していったりとか刷新されてることに気づいていくのかってことが 重要なことはないかなということをちょっと質問しようと思ったんですけど、あのすみません、これで終わりにします。ありがとう。<laughs> ちょうど1分だったと思う。そしたらあ、フェデリック、ごめん、長いこと待たせて。いい、1分だけで、ね、Yes, <laughs> yes.、Uh, I'm very.、はい、そのバザーの話がですね、かなり中心的になりまして、嬉しく思いますけれども。 ぜひあの本を読んでください。わざわの,の本を出してますので、ぜひ読んでいただきたいと思います。でも2点だけコメントしたいと思います。もともと我々がスタートしたのはですね、ノア、ノレッジとそれ知識とそれからメイキングというものを分けて考えて、 で技のようなこれはそのトランス知識の伝達だったからそれ獲得というところに関係していますけれどもその場所これを現実的な場所として使うとで技というのはこの本を出した時に。 京都大学の武高田明さん先生のですね、そのお思想をもとに上司したんですけれども、あまり当時、関心が、関心がそれほど広がらなかったところなんですけれども、今現在、これが現実的なツールとして広く利用されようとしています。その点に関しまして、一つ申し上げたいのは、これは方法であって、一緒になって、その科学者と、 それからノンヒューマンと、それからヒューマンと、アーティストと、デザイナーもそうです。そして、地元地、バナキュラーのナレッジ、これが同じその領域に入って、ということを可能にするのが技であると。そして、その中で、今回のシンポジウムを開催したわけですけれども、これを最後のコメントにしたいと思います。我々は初めて、 このようないろんな種類の人々が集まって、えー、そして一つのその視点とまたその別の視点とこのアーティスティックにそしてサイエンティフィックにそしてバーナキュラーな視点から同じ、A、レベルで、まあ、共存という視点からお話ができたと思いますし。 このような共存を可能にするというのは、さまざまな地域、そして新しいその知的な風土があって、そこにさまざまな知というものが集まっていることということで、共存というものが可能になるのだと思います。皆様にご参加いただきまして、ありがとうございます。また、将来、皆様と共同を続けていきたいと思っております。皆さんありがとうございました 優しい気持ちでいますわ。本、え、当、ー、もういろいろ皆さんまだまだ話したいないことがある。花丸さんも言ったけど、まだまだ議論しなきゃいけない点はある。もうこれは最初から承知の上です。こんだけ広くいろんな方がいろんな話題を提供してくれて、で、皆さん一人一人がいろんなことを刺激を受けて考えていると思う。それをまた次の機会にはぜひ聞かせていただきたいと思う。一人一人がまさに刷新していく この4日間5日間、間5でリニューアルをしたようなな気分になっていま,すまあ一つ後悔してるのはもう司会なんて引き受げるんでなかったなと自分の意見がなかなか言えねえなというのは非常に残念に思いましたがあのいろんな刺激を与えてくれた本当と冊子のための種をまいてくださったあ佐コさん そして長谷川さん、そしてうちの所長、山際所長お、そして、えー、この画面の向こうが今、サンデラさんの顔が見える、でもちろんのフェデリックは我々の中村志郎さん、もういろんなーオーギースタンも言ってると思う、オーギースタン・ベルクさん、もっともっとフードのことは,は話したかったですけど、いやこの次をぜひともやりたいなと、そのように思っていますあ。皆さんにここで、えー お別れをするのは残念です,残念ですけど、次の機会が必ずある、そしてその時にはそれぞれリニューアルした、また意見を戦わす、あるいは一緒に作り上げていくということができたらと、そのように思っています。